俺の名前は、蓮見翔太、30歳。一見、どこにでもいそうな、そして、気弱そうな男だ。俺は、学生時代は内気で、控えめだったため、友達もほとんどいなかったと記憶している。ああ、同窓会の案内状だ。そういや、俺ももう30歳だからな。いい節目なのか。俺は過去の学生生活を思い出しながら出席することを決意。そして月日はあれよあれよという間に過ぎ、ついに同窓会当日がやってきたのだ。うわ、懐かしい。え、あの人って佐藤さん？あっちの人は鈴木さんか？卒業してから15年も経つけど、みんなパッと見は面影あるな。賑やかな会場で俺は周囲を見回す。一人で酒を飲んでいると、俺はとある女性に声をかけられたのだった。ねえ、あなたは蓮見くんじゃない？蓮見翔太くん？うん、そうですけど、あなたは？いやーねえ、学生の時に仲良かったじゃない。私よ、私。伊吹里香、覚えてるでしょ？伊吹里香。伊吹里香。いやーねえ、本当に覚えてないの？中学2年、3年と同じクラスだったじゃない。しょっちゅう声かけてあげてたのに、忘れたとか言わないよね。あ、思い出した。自分の中にしまっていた嫌な記憶。それが静かに扉を開けて顔を覗かせる。伊吹里香。彼女は伊吹組組長の娘である。自分が組長の娘だということを周囲にひけらかしていた人物だ。翔太ってさ、マジでいつも暗いよね。生きてて楽しいの？っていうレベル。私があんたの立場だったら人生やってらんないわ。まあ俺は口下手だけど、一応毎日元気にやってるよ。本当に？あんたから一番縁遠い言葉すぎて笑っちゃうんだけど。そうかな。そうよ。それに比べて私って組長の娘じゃない？もう人生イージーモードすぎて。パパは私のこと大好きで何でも買ってくれるし、私自身もめっちゃ可愛いから服を着ても何でも似合っちゃうし、羨ましいからって恨まないでよね。うん、恨まないよ。彼女に嫌味を言われたことのある人は、おそらく俺たちの同級生の中なら数多くいるだろう。そのくらい彼女は学年の中では傲慢で意地が悪いと有名だった。そういえば、よく喋ったことあったよね。いやー、やっと思い出したの？ウケるわ。彼女は俺の発言にゲラゲラと笑う。そして周囲をぐるっと見回して鼻で笑ったのだった。ねえ、見てよ、このレベルの低さ。あいつも絶対にただのサラリーマンでしょ？しかも年収300万円がいいとこ。やっぱり公立の中学校卒業よね。結局負け組は負け組なのよ。でもさ、俺たちも同じ中学じゃん。そういうのってブーメランって言って自分に返ってくるよ。あんたはどうだか知らないけど、私はいいの。だって私は組長の娘だから。将来は金持ちのイケメンと結婚するって決まってんのよ。いわゆる勝ち組ってやつ？里香は周囲を見回してケラケラと笑った。そして彼女は今度俺の全身をジロジロと眺めてクスッと笑う。それで蓮見は今何しているのよ？ああ、うん、まあ。何その返事。彼女は俺の顔をちらっと眺めると鼻で笑った。ねえ、まさかさ、チンピラとかやってるんじゃないわよね。彼女はわざとらしくそう、周囲にも聞こえるような大声で言った。
彼女のその言葉に周囲がざわめく。実はさ、数年前にあんたが怖そうな男たちと一緒に歩いているのを見たっていう人がいるのよ。30歳超えてチンピラとかさ、マジでダサい。負け組だよ、ハスミ。イブキさん。俺は周囲を見ながらため息をついた。周囲の同級生たちは皆俺とリカに注目している。彼女もそれに気づいているのか満足そうに笑ったのだった。あら、みんな私たちに注目しちゃっているわね。どうする？これだからいい女は困っちゃうわ。自然とみんなの視線を奪っちゃうから、他の女たちに申し訳ないくらいだわね。あはは、いぶきさんは変わらないからね、本当。でしょ？モテる女って本当に辛いの。昔から私、美容にも本当気を使ってるからさ、体重も中学生の頃から変わってないの。すごくない？ああ、うん。すごいと思うよ。俺の皮肉も通じないのか、リカはそう言ってケラケラと笑った。昔から本当に変わっていない。組長の娘であることを引き合いに出してくるところも、そして人のことを平気でバカにしてくるところも。まあ、ハスミでいいや。いい男紹介してくれない？実はさ、パパが今度連れてくる予定のお見合い相手って写真見たんだけどさ、バカにブサイクで、私あんな男と生涯一緒に暮らすのマジで無理って思って、しかも金もないのよ。この私と結婚するんだから年収3000万は最低でもないとダメだと思わない？彼女はひとしきりケラケラと笑った後、酒を飲みながら思い出したようにそう言った。しかしその表情は苦しそうなものではなく、どこか誇らしげに見える。だって彼年収2000万円なのよ。やばくない？一体パパもどこからあんな不良債権持ってきたんだって感じ。どうせ私のこと年収2000万円で釣り合う女だとでも思っているんだわ。ほんと信じられないよね。あはは、そうなんだ。あははじゃないわよ、ちゃんと聞いているの。私はそれだと満足できないから、もっといい男を紹介してって言ってるの。物事はちゃんと理解しながら聞きなさいよね。これだからハスミは。リカは俺の反応が気に食わないとプンプンと怒った。しかし彼女ももう30歳を超えたいい大人だ。あまりにも痛すぎる。でもまあさ、お父さんも伊吹さんのことを考えて相手を探してくれたんだろうし、あんまり言うのはどうかな。その人も写真しか見たことないんでしょ？いざ会ってみたら結構いい人かもしれないよ。そもそもそこまで理想が高いとなかなか見つからないかもしれないね。そんなに文句を言うならさ、自分で探さなきゃ。俺たちもういい年なんだし。は？何それ、あんたハスミよね。ハスミがなんで私に説教まがいなことを言うわけ？信じられないんだけど。誰に説教されようが素直に聞くけどね、あんたに言われるのだけは腹立つわ。しかも何？いい年ですって。あんた女の扱いもわからないの？くっそ腹立つんですけど。そんなんだから昔から一人ぼっちなのよ、負け組。ついつい口から出てしまった俺の本音に対し、リカはキーキーと甲高い声で怒鳴る。その姿を他の同級生たちに見られているとは少しも思いはしないのだろうか。いつまでもそんなんだから独身なんだよ、余計縁遠くなるっつうの。はぁ？今なんか言った？うん、別に何にも言ってないよ。幸いボソッとつぶやいた独り言はリカには届かずに消えていく。リカはそんな俺をまじまじと見た後に、そうだと小さくつぶやく。そうそう、あんたチンピラなのよね。いい条件をあげるわ。もし私の満足いくような素敵で金持ちの男を連れてきたら、
パパの組に三下ヤクザだけど入れてあげるわ。ま、あんたなんかの知り合いで私を満足させられる男がいるとは全然思わないんだけど。言っとくけど、私チンピラには興味ないからね。彼女は俺にいろいろと言われたことがよほど悔しかったのか、そう言って甲高い声で笑った。そんな彼女を見て周囲の同級生たちは引いてしまっている。うん、まあ誰かいたらね、紹介することを考えとくよ。ああ、俺もう帰るよ。はあ？あんた逃げる気？いや、違う。この後用事があるんだ。俺は彼女にニコッと笑みを向ける。じゃ、楽しんでって。俺は彼女にそれだけ告げ、会場を後にしたのだった。翌日、俺ともう一人の男は、伊吹組事務所前に来ていた。組長、本当に行くんですか？もう関わらなくていいんじゃないですか？正直俺もそんな性格の悪い女とか見たくないですし。彼は運転席でハンドルにもたれかかりながら不満そうな表情を浮かべる。まあ俺がただの蓮見翔太ならそうしていただろうさ。俺もあいつのことは全然好きじゃないし、今後の人生で二度と関わりたくないと思っているくらいだからね。でも俺は蓮見組組長の蓮見翔太なんだ。この意味が高山、若頭であるお前なら分かってくれるだろう？ええ、分かります。分かりますとも。でも組長をそんな風にバカにして傷つけたやつなんて。あは、高山は優しいな。大丈夫。俺は全く傷ついてなどいない。あんな言葉で傷つくほどもう子供じゃないんだ。おい高山、見てみろ。あの女が伊吹里香、伊吹組長の一人娘だ。車の中で高山とそう会話を交わしていると、ちょうど事務所に里香が入っていくところだった。さあ行くぞ、奴らを可愛がってやろうじゃないか。俺は高山にそう言って微笑みかけたのだった。そして俺と高山は伊吹組事務所のインターホンを押した。するとそれにリカが出る。ちょ、マジで来たの、ハスミ、ウケんだけど。ってことは年収3000万円以上のイケメンが見つかったっていうわけ？彼女は俺の顔をジロジロと眺めながら吐き捨てるようにそう言った。俺はその言葉に対し首を横に振る。伊吹さん、昨日言ってたじゃん、三下ヤクザだけど入れてあげるって。だから来てみたんだよ。どうやら俺は今のままじゃ負け組みたいだからね。そうそう、分かったんじゃない。じゃ入れば。って、え、ねえハスミ、あんたの後ろにいる男は誰？彼は俺の友人である高山って言うんだ。イケメンだろ。ええリカは俺の後ろに黙って立っている高山に視線を向けていた。その瞳はキラキラと輝いており、彼女が彼にロックオンしたことがわかる。とりあえずパパのところへ案内するわ。俺たちはリカにそう言われて組長がいる部屋へ向かった。その道中もリカは常に高山の隣をキープ。あまりにもリカの思考がバレバレすぎて、思わず鼻で笑ってしまったのだった。パパ、うちに入りたいっていう同級生が来たんだけど、三下でもいいから入れてあげれば？どんな風にこき使ってもいいからさ。うん、どういうことだ？って、あなたは？はあ？ちょ、みんなして何やってんのよ。俺と高山の姿を見た伊吹組長と幹部の面々は俺たちに向かって土下座をした。え、何してんのよ、マジでダサいんですけど。リカは彼らの姿を見て目を丸くしながら驚いている。しかしそんなリカの叫びを伊吹組長は一喝したのだった。おいリカ、何が同級生だ、この方々がどなたであるか分かっているのか。はあ？何それ？どういう意味？同級生は同級生なんだけど、
それ以上でも以下でもないわ。めんどくさいわね。まったくこの娘は。伊吹組長は理科の言葉に頭を抱えた。そして高山にわざとらしく助けを求める。なーにパパ、意味不明な行動を取りすぎて気持ち悪いんだけど。ねえ高山、怖い、助けて。ちょっとくっつかないでください。だって私怖いんだもん。助けてよ。私高山みたいな人に守ってもらえるなら何でもできそうね。ねがい。俺にとったらあなたの方が怖い人ですよ。いろんな意味で。俺昭和の女嫌いなんで離れてくれませんか。理科の甘えに高山が自分から彼女を引き離した。理科は一瞬ぎょっとした表情を浮かべたものの、すぐふてくされた表情に戻ったのだった。俺はそんな彼らの一連の行動を見た後、伊吹組長に向き直る。さっき娘さんも言っていましたが、今日俺たちは娘さんに三下として組に入れてあげてもいいと言われてここに来ました。理科のやつ、そんなことを。あは、そうなんですよ。もう驚きですよね。彼女によると、俺、どうやらただのチンピラみたいです。理科！何よ。そんなに怒ることないじゃない。マジでさっきから意味不明なんですけど。パパ、今まで私に怒鳴ったこととか怒ったことなんてなかったじゃない。それなのに今日に限ってそんなに怒鳴るなんて変だわ。病気なんじゃないの？誰が病気だ。俺は今日のようにお前を叱らずに育ててきたことや、裏社会のことを教えなかったことについて後悔した日はないわ。は？何なのよ。伊吹組長は何を言っても言い返してくる理科に顔を真っ赤にして怒鳴る。この方々は蓮見組の組長である蓮見翔太さんと若頭の高山雄介さんだぞ。彼らは我が伊吹組を束ねる立場にあるお方たちだ。俺ら傘下の伊吹組が逆らっていいような相手では断じてない。なんですって。聞いてないんだけど、そんな話。教えていなかったからな。でもまさか蓮見組長と理科が昔の同級生同士だったとは。いや、それだけじゃない。理科、お前が同級生相手にあんだけ失礼な言葉を平気で言えるようなやつだったとはな。俺はお前のことを何も知らなかったよ。伊吹組長はその場にヘナヘナと崩れ落ちた。彼はもう終わりだ、ダメだとブツブツつぶやいている。理科はそんな伊吹組長を見て慌てたように付け足す。だってこいつ中学時代は陰キャだったのよ。まさかそんなヤクザになるようなやつだとか思いもしないじゃない。悪いのはこの男よ。強い立場ならちゃんとそれをアピールしなきゃダメじゃない。今回の件はそれができていなかったこいつの責任。私は悪くなんかないんだから。そういう問題じゃないだろう。は？何が違うのよ。意味がわからないわ。威張って言うことではないだろう。じゃあ逆に問うが、お前は立場が弱い人間にだったら平気で威張り散らすのか、弱い者いじめのようなことをするのか。お前が今言ったことはそれと同じようなことだぞ。伊吹親子の言い合い。それを黙って聞いていた俺はそっと口を開く。ええ、その通りです。娘さんは中学生の頃、俺だけではなく様々な同級生に嫌がらせ行為や悪口を散々言っていました。彼女は俺のことばかり言っていましたが、彼女自身にも友人と呼べる人間はいなかったと記憶しています。まあ、友人ではなく取り巻きみたいなのはいたかもしれませんが。なんてこと言うのよ。だって本当のことじゃないですか。それに俺が学校で静かに過ごしていたのは、周囲に絶対にヤクザの息子だってバレたくなかったからだけどね。
あえてそうやって生きてきたんだ。今まではね。バレたくなかったですって？ああ、みんなを怖がらせるのなんて嫌だったから。確かに寂しい思いもしたけど、みんながビクビクしてつまらない学校生活を送ることと比べたら、別に大した問題じゃなかったな。それが上に立つ者の使命っていうもんじゃないのかな。伊吹さんみたいにその権力をひけらかすのは全然違うと思うよ。俺の言葉にリカは顔を真っ赤にした。伊吹組長は全てを悟ったのか、再び俺に向かって深々と土下座をしてくる。それに他の幹部の面々も続いた。この度は、いや、今までうちの娘が大変な失礼をいたしました。本来ならば親として関係のある同級生の方々に一人一人謝罪をして回るべきなのでしょう。しかし現実問題、それは難しいこともあります。ですからどうかこの通り、あなた様への謝罪で許していただきたい。本当に本当に申し訳ございませんでした。パパ、ちょ、やめてよ。うるさい、お前は黙れ、バカ娘が。なんなのよ、ただの中学生のお遊びじゃない。リカは目に涙を浮かべながらそう叫んだ。彼女にとっては謝るということがそんなにも難しいことなのだろうか。全くもって残念な大人である。ほんとうるさい女だな。え？その時、今まで黙っていた高山がそっと口を開いた。その低くドスの効いた声に周囲の空気がピリついたのがわかる。たく、お前はさ、さっきから本当に俺をイライラさせるよ。素直に謝りもできない。自分の過ちを認めることもできない。これが甘やかされて育ったクソ女の末路かよ。中学時代にてめえに人生狂わされた人間もいただろうに。たく、すっげえ腹立つわ。高山はそう言うと、リカを思いっきり睨みつけた。そしてそのまま、伊吹組長のもとへ向かい、その胸ぐらをつかみ上げる。おい、高山。いいんです、組長。この女を育てたこいつにも責任はあるんですから。それにこうでもしなきゃ、この女も自分がしたことの責任の大きさっていうやつをわからないでしょ。高山はそう言って、伊吹組長の顔を思いっきり殴り飛ばした。伊吹組長は特に応戦できずに、その場から吹き飛ばされる。次、もしお前の娘がうちの組長に何かした時には、どうなるかわかるよな。しっかりとしつけとけよ、その30歳のクソ女をな。高山がそう吐き捨てた後、俺たちは伊吹組を出て行った。高山、リカに気に入られたみたいだな。やめてくださいよ、俺あんなやつ興味ないんですわ。よくもまあいい年した女が恥ずかしげもなく他人の大の大人の男にベタベタできるもんです。神経疑っちゃいますね。あはは、毒舌。俺たちは笑いながら、蓮見組へと車を走らせたのだった。そして2ヶ月が過ぎた。同窓会のことなど、すっかり過去の話になった頃。なあ、高山、なんか門のあたりが騒がしくないか？別に今日、来客とかの予定はないよな。ええ、特にはありませんね。何でしょうか？俺と高山は組長室で顔を見合わせる。なんか嫌ですね。雰囲気が良くなくて。あれは歓迎モードの客じゃないでしょう。ちょっと見に行ってみましょうか。ああ、だよな。俺もそう思う。行こうか。俺と高山は顔を見合わせてうなずいた。門の前に着くと、蓮見組組員たちによる人だかりができていた。彼らは何かを集団で囲っており、それに注意を向けているように見える。なんだ、何があった？ざわめきが部屋の中まで聞こえたぞ。
俺がそう声をかけると、部下の一人が困ったような表情でこちらを見てくる。なんだ、どうした？それが。彼は俺と高山の顔を交互に見ると、ため息をついてそこからどいた。俺はその中心にいた人物を見て、思わずぎょっとしてしまう。お前、伊吹里香？いやーね、呼び捨てだなんて。っていうか、あんたこの前とずいぶんキャラが違うじゃん？ここではそのキャラで通しますよっていうこと？いや、あの時は同窓会だったし、別にでかい態度でその場にいる必要がないじゃん。あんな場面で威張り散らしていた伊吹さんの方がおかしかったんだよ。そのあたりのことをちゃんと分かってた方がいいよ。は？あんた、また説教するつもりなの？この前も思ったけど、あんた何様のつもり？あんたが現蓮見組組長だかなんだか知らないけどね、私にとったらあんたは陰キャの蓮見なの。今さら選ぶらないでほしいわ、気持ち悪い。リカは俺の方を見ると吐き捨てるようにそう言った。しかしそんな彼女は俺の背後にいた高山を見るなり表情を一変させる。そうよ、そう、あなたに会いたかったの。ああ、やっと見つけた。ねえ、聞いてよ、この人たちめっちゃ失礼なのよ。私を絶対にあなたに会わせないなんて言うのよ。私たちめっちゃ仲いいのにね。はあ、どういうことだよ。俺とお前は別に仲なんて何も良くないじゃないですか。前にも言わなかったですっけ？俺は性格が悪い女がすげえ嫌いなんだって。この前のことがあってそれでもここまで来たんなら、お前は相当バカか変な風にポジティブですね。その自分勝手なポジティブを人にまで押し付けないでくれませんか？え？何それ？でもそうやってはっきりしているところも素敵よね。ねえ、本当にあなたのことを気に入っちゃったの。お付き合いからでいいわ。私と付き合ってくれない？はあ？お前本当にバカなの？呆れて言葉が出ないですわ。高山はそう言うと自分にくっついてきていたリカを剥がした。そして少し強めの勢いで突き飛ばす。もう本当に金輪際来ないでくださいね。もしこれ以上俺にも組や組長にも迷惑をかけるようならば、俺は次はあなたのことどうにかしてしまうかもしれません。我慢の限界ってことで、これ以上優しくできませんから。高山はそうきっぱりと理科に対し断った。それに対し一瞬悲しそうな表情を見せた理科ではあるが、すぐに先ほどまでの威勢を取り戻す。ほんとお堅いんだから。ま、そんなところもいいんだけどね。伊吹さん。は？何よ。あんたなんかに用はないんだけど。っていうかさ、蓮見組ってデリカシーのかけらもないわけ？女が懸命に男口説いてんの。そこに突っ立ってるのってどんだけなのよ。さっさと散りなさいよ。いや、デリカシーがないのはお前だよ。高山は誰がどう見たって嫌がっている。そこに無理強いしてきているんだ。お前は反省しろよ。そしてもう二度と来るな。は？自分がモテないからって嫉妬？情けないわね、蓮見。悪いわね。私はあんたみたいな男は心からお断りなの。やっぱり結婚するなら高山さんくらいのイケメンじゃなきゃね。誰がお前みたいな奴にモテたいと思うんだよ。昔からお前のことが嫌いだという話は聞いたことがあるにせよ、お前のことを好きだって言ってる男は聞いたことがないぞ。当たり前だよな。お前昔から散々人のことをバカにして気に入らない奴をいじめていたからな。高山さんの前で変なこと言わないでよ。それに私昔からモテてたし、普通に何度も告白とかされていたし。それって他の女子からの差し金じゃない？俺聞いたことあるもん。理科がうざいから嘘の告白を仕掛けてやろうってやんちゃな男子と話していたの。
だから多分それってそれだと思うよ。蓮見組組長の前で盛大に過去をばらされた理香は顔を真っ赤にする。そしてヘナヘナとその場に座り込んでしまったのだった。嘘でしょ？私は一軍ですごい女で、組長の娘だからみんなチヤホヤしてくれて、みんなチヤホヤしててくれて。ああ、自分の頭の中では自分が一番の女王様になってたんだね。でもそれって周囲のみんなが大人でいい気になっているお前を持ち上げてくれていたからできたこと。もし周りもお前みたいな精神年齢だったら、きっと今頃お前は家から一歩も出れていなかったかもね。中学時代以降からいじめられていたのはお前の方だったかもしれないんだよ。ふと理香の顔を見ると、彼女は瞳にうるうると涙を浮かべていた。無理もない、自分が女王様だと思っていた中学時代に裏でそんなことが行われていたのだ。裏切られたというショックは大きなものだろう。じゃあさ、高山さん、お友達からでも。しつこいな。涙目になりながらそう言った理香に、今度こそ高山が切れた。彼は頭をガーッと勢いよくかくと理香に怒鳴りつける。そしてそのままの勢いでビンタをしたのだった。なんてこと。ああ、ビンタごときで大げさだな。もしかして人生で初めてぶん殴られたか。あとな、言い忘れていたけど、俺結婚してるんで友達も無理っすね。そんな。よほどショックだったのか、理香は地べたに座り込んだまま、その場でワンワンと子供のように泣き始めた。その様子を蓮見組員たちは呆然といった様子で見ている。ちょっと、嫁なんて別にどうでもいいじゃないか。うちのお嬢以上に優先すべきもんはねえんだよ。ああ、ただの護衛が何言ってんだよ、うぜえな。我慢も限界の高山に、理香の護衛が放ったその言葉。高山はそんな護衛の首元をつかみ上げる。そしてそのまま勢いよく地面に叩きつけたのだった。その。護衛に抱きつく理香を見て、高山は深くため息をついたのだった。さて、次はあんたの番。それが嫌ならば、さっさとその頭の悪い男を連れて帰るんだな。ひどい。ひどいのはどっちだっつーの。人の組の手を止めてまで、自分の欲求を押し通そうとしてきやがって。これでビンタ一つで済んだのを感謝してほしいぐらいだぜ。もう、会えないの？会えないっつーか、会いたくないです。俺はもう、あんたの顔を見るだけでアレルギー反応が出そうなくらい、あんたのことを嫌っている。結婚はもちろん無理だけど、付き合うのを想像しても無理。あんたみたいな人間と一緒にいるところが想像できない。あんたさ、自分の結婚相手のことを年収3000万円以上じゃなきゃとか、イケメンじゃなきゃ嫌だとか、いろいろ言っていたみたいだけど、その性格をどうにかしなきゃ、本当に誰もお前のそばにいてくれませんよ。そんな。高山は最後にそう言うと、黙って組の中に戻っていったのだった。その場には理香のおえつだけが響いていた。そして半年が過ぎた。組長、伊吹組はどんどん衰退していってるらしいですね。伊吹、理香、俺に振られた後からやけになって、組の金をこれでもかというほど使い込んだらしいです。それにやばくなるまで気づけなかった組も組ですが。ああ、違いない。まさかストーカー女の最後が組の破綻で終わるとはな。もう、伊吹組長は組を立て直すことを諦めて解散届を提出するみたいだし。そうなんですか。ああ、それに、理香も理香で、組員たちから大量のヘイトを買ったから、今は遠くでひっそりと暮らしているらしいぞ。ま、それだけで済んだのが幸いでしたね。俺たちは静かにうなずき合ったのだった。そしてさらに月日は流れ、あれから1年が過ぎた。
俺と高山は高山の嫁も連れて一緒に旅行に来ていた。そこで偶然リカを発見。あれって伊吹リカじゃないか？マジか、もしかしてこの辺に住んでいるのか？うわ、マジですね。旅行先でまで見たくなかったです。っていうか組長、あいつ随分と痩せましたよね。あ、本当だな。痩せたというかやつれたというか、あいつ一人暮らしもきちんと働いたこともなかっただろうし、ちゃんと丁寧に生活ができていないんだろう。それにしてもあれですね、あんましこういうこと言わない方がいいんでしょうけど、昼間からボサボサの髪とボロボロの服でパチンコって、たった一年しか経っていないのに随分な堕落具合ですね。へえ、お前に失恋したことがよっぽどショックだったんじゃないの？やめてくださいよ。あ、組長、伊吹理香喧嘩をし始めました。は？思わず変な声が出てしまう俺。パチンコ屋の中を覗くと、彼女は他の客に胸ぐらをつかまれていた。ずっと見ていた高山によると、彼女は自分から他の客にイチャモンをつけていたらしい。もうなんか、ほんとあいつずっと一人な気がする。結婚とかそういうレベルじゃないよな。ええ、俺もそう思いますよ。一方で俺たちには幸せな報告があった。それは高山夫妻に近々子供が生まれるという知らせのこと。実は高山の嫁は俺の妹で、二人は学生時代からずっと仲がいいらしい。男の子だっけ？おいっ子か。楽しみにしてるぜ。ええ、俺もです。俺はこれからも生まれてくるおいっ子のためにも組を守り抜きたいとそう思っている。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。私の名前は山下真奈、34歳。夫と息子2人と暮らす専業主婦だ。たくや、今度幼稚園のママ友達とバーベキューをすることになったの。ママたちだけでね。来週の土曜日かな。ああ、そうか、了解。っていうか、幼稚園のママ友って最低な人がいるんじゃないっけ？大丈夫なの、マナ。なあ、小山さんね。まあ、確かに苦手なんだけど、バーベキューの主催者でもあるしね。いやいやばっかり言ってられないし、子供たちのためにも参加してみるよ。小山美咲は、同じ幼稚園に子供を通わせるママである。しかし表面上とは違うその本性が、私は苦手だった。そして、やってきたバーベキュー当日。ごめんなさい。子供がお腹痛くなっちゃって。トイレに寄ってたら遅くなってしまいました。まだ準備とか残っているかな？本当は準備の始めの段階から参加する予定だった私。私の言葉に他のママ友は笑ってくれるが、美咲はこちらを睨んでくる。マナさん、準備をサボるなんてありえないわ。自分だけ楽して、周りにそれを押し付ける気かしら。本当にごめんなさい。私は謝るが、美咲の痛いぐらいの鋭い視線が突き刺さってくる。そして次の瞬間、美咲はトングで掴んでいた木炭を突然私に向けて投げつけてきたのだった。あ、熱い。あら、ごめんなさい。手が滑ったわ。ちょうどさっき火の中に入れていた木炭だから熱かったんじゃないかしら。他のママ友が慌てて私の方に駆けつけようとしてくれるが、美咲はそれを視線で制する。でも元はといえば
バーベキューの準備をサボったから悪いのよね。これはサボった制裁。そう思えば、その暑さも受け入れられるんじゃなくて？ひどい。私に向かってひどいとは、言葉遣いが悪くて参っちゃうわ。彼女は私の様子を見ながら、ゲラゲラと笑った。私は、やけどをした自分の腕を流水で冷やすべく、水道に向かおうとする。ママ友たちが心配したような目で見てくるのが、何よりも辛かった。ちょっと、あんたどこに行こうとしてんのよ。まさか帰るつもりじゃないわよね。遅れてきたくせに。マジでありえない。ねえ、皆さん。美咲は、周囲のママ友に同意を求めるように視線を移した。彼女の視線に周囲のママ友たちは一斉に視線をそらしながらうなずく。ほーら、帰るのはありえないって。わかったらさっさと薪を切るとか仕事をして。薪を切るですか？買ってきてないんです。もちろん買ってきてるものもあるわよ。だけど、罰もちゃんと受けなきゃダメでしょ？泣くばっかり考えてないで、少しは大変な思いもしなさいよ。はい。そして私は、美咲の言うがままに、薪を斧で切った。想像以上の重労働。遠目で、肉を焼いて捨てに食べ始めているメンバーを見ると、胸がぎゅーっと苦しくなってくる。ああ、私何やってんだろう。マジでバカみたい。脳内に愛する夫や息子たちの顔が浮かんでくる。可能ならば今すぐに帰ってしまいたい。だけど帰ったらこの火傷の後のことを心配されちゃうんだろうな。それもそれで心苦しいな。それからおよそ1時間弱。私は一人で黙々と薪を割り続けたのだった。あら、お仕事進んだじゃない。でもまあ、もう薪は使わないんだけど。あ、そうそう。お肉とお野菜が残ってるから、食べてきたらどうかしら。はい、ありがとうございます。内心は、この埋めなく腹渡が煮えくり返っていた。だがしかし、子供の平穏な幼稚園生活のためにも、私が今ここで大人げなく切れ散らかすわけにはいかない。はい、どうぞ。召し上がれ。あ、そうそう。私たちはそろそろ帰るから。あなたは一人でお片付けをして帰ってね。遅れてきたんだから、それくらいしなきゃね。ねえ、皆さん。そう言って、美咲に渡されたのは、数枚の焦げた肉と野菜が乗っかった、寂しい紙皿だった。それを見た私は、思わず愕然としてしまう。すいません。さすがに言わせてもらいます。私もバーベキューの参加費、3000円をきっちり払いましたよね。それなのに、こんな焦げた肉3枚と、焦げたピーマン2枚だけって、これはひどくないですか？これでいくらですか、一体？私が初めてした反論に、美咲だけでなく、周囲のママ友たちの顔も歪んだのが分かった。中には、私から顔を伏せて、話を聞きたくないという態度を示しているママもいる。なーにそれ？私に文句があるって言いたいの。まあはい、そうなりますね。何それ、私に失礼じゃない？そんなつもりはありませんけど、むしろ美咲さんのやっていることが私に対して失礼だということを自覚していただきたいです。私たちいい大人ですよ。こんなくだらないことやっているようじゃ母親として恥ずかしいじゃないですか。はあ、
何それ。この際だから言いたいこと言っちゃいますけど、私はそこまで言った後、大きく息を吸い込んだ。そして目の前にいる美咲に皿を突き返しながら大声を出す。子供のためと思って今まで言いませんでしたけど、でも私、あなたの陰で人を操るように動かすところがとてつもなく気に入らないんです。だいたい今日も何ですか？百歩譲って薪割りをしたのはいいとします。私も子供のことで遅刻しちゃったんで申し訳なかったですし、でも熱い木炭を私に投げてきたり、極端に少ない私のお肉の取り分だったり、信じられませんよ。私の叫びに周囲は一気にシーンとなる。しばらく場は静寂に包まれたが、美咲が皿を地面に叩きつけたことで周囲はざわめきを取り戻したのだった。大きな声を出して、ほんとやばん、マジで嫌いだわそういうやつ。そうですか、それならお互い様ですね。私と美咲はお互いに睨み合う。先のことなど考えていなかった。どうしても美咲のことが気に入らない、それが大きかったと思う。しかしそんな私の心もお構いなしに、美咲は鼻で笑ったのだった。マジでめんどくさい、何この人、痛すぎるわ。そうやって何でも人のせいにすることはよした方がいいわよ。ま、何と言われてももう私たちが帰ることに変わりはないし、ってことでバーベキューの片付けは頼んだわよ。それじゃあね、マナさん。ああ、そうそう、その火傷のことだけど、被害届を出したら、うちの若頭の夫が海に沈めるよ。だからせいぜい自分の心の内に、今日のことは留めておくのよ。若頭ですって。その時、私の中で全てがストンと繋がったのが分かった。実は私自身、今の今まで、美咲の夫がヤクザの若頭だとは知らなかった。しかし、きっと他のママたちは知っていたのだろう。それならば、彼女らが美咲に何も逆らえない理由も納得がいく。ちょっと待ちなさいよ。ああ、何その口の聞き方。私は若頭の妻よ。身分をわきまえて話しかけなさい。何よ、気持ち悪いわね。私は久しぶりに腹の底から笑った後、美咲の目をまっすぐに見つめた。そして言葉を放つ。ねえねえ、じゃあもしその話が本当だったら、旦那さんと組長を呼んで。私の夫も呼ぶから。そうそう、後から怖くて警察に逃げ込むのは禁止よ。え、何言ってるのあなた。あなたなんてどうせその辺の一般家庭のただの専業主婦じゃない。その旦那なんて。私は帰る足を止めた美咲を見てほくそ笑む。そしてそのままスマホをポケットから取り出し、夫の拓也に電話をかけたのだった。いつまで待たせるのよこのブス。すみませんね、もうすぐ来ると思うので。あ、今連絡が来ました。着いたそうです。連絡が来てから5分後、私たちの元へ夫の拓也がやってきた。黒いスーツ姿でゆっくりと登場した彼は圧倒的な威圧感を放っている。この人があなたの旦那？ええ、そうです、夫の山下拓也です。どうも、マナの夫です。美咲は拓也の威圧感に押され顔を引きつらせている。マナ、電話で言っていた火傷っていうのは大丈夫なのか？火のついた木炭を投げられたんだろう。相当痛かっただろう。しばらく美咲を睨みつけていた拓也だが、
ふと思い立ったように、私の方に向き直ってそう言った。なあ、うん。これなんだけど。水で流したか。うん、うん。それが、私はそこまで言うと、美咲をちらっと見た。彼女は私の視線の意味が分かったのか、顔をそらす。なるほどね。そういうことか。なんでそれで、こっちを見るのよ。女性をじろじろ見るだなんて、無作法な男ね。無作法。そういうのは自分がちゃんと礼儀を正してから、言ってくださいよ。拓也はじりじりと美咲に近寄った。美咲は驚いて、じりじりと後ろに下がっていくが、その最中に石ころにつまずいて、ちりもちをつく。キャーッという、ママたちの悲鳴が上がった。あなたが、小山美咲さんですよね。いつも妻からは、あなたの話を聞いていますよ。今日のことも、軽く妻から聞いています。あなたがなぜこのようなことをしたか、きちんと話してくれませんかね。でないと俺、怒りで腹渡が煮えくり返りそうですので。近寄らないで。別に俺も近づきたくて近寄っているわけじゃありません。ただ、あなたの口から説明が欲しいだけなんです。拓也はそう言うと、ニヤッとした笑みを浮かべた。そんな拓也に怯えて、言葉が出なくなってしまう美咲。しかし、そこへ一人のママ友の、たかしさんよーという声が響いたのだった。おい、美咲、大丈夫かよ。なんかやばいって連絡来たけど。ね、誰かが連絡をしてくれたのね。よくやったわ。で、何があったってこいつ。山下拓也。なんであんたがここに。な、あなたは小山組の若頭。小山隆さんじゃないですか。ああ、なるほど。そちらの女性の態度のでかさは、あなたの存在があったからですか。納得です。わかったよな、口を聞くな。でもわかってしまったんですから、しょうがないじゃないですか。拓也は優しく微笑んだ後、その表情を一転させて、貴司を強く睨んだ。その視線に、貴司は一瞬たじろぐ。あんたの妻がしたことは、あんたの責任です。若頭の立場で自分の妻の管理すらできないのならば、あんたもその程度の男っていうことです。俺は関係ないぞ。今回のことは、いくらあんたが山下組の組長だからって、あまりにも言っていることが理不尽すぎる。山下組の組長ですって。拓也が返事をする前に、美咲が顔を真っ青にしてそう叫んだ。拓也はそんな彼女の叫び声を肯定するかのように微笑む。実はそうなんですよ。山下組組長、山下拓也と申します。以後お見知りおきを。組長なんて、そんなの、ちょっとあんた、なんでそれを言わなかったのよ。は？なんで言わなきゃいけないの？私は自分に噛みついてきた美咲を一周した。そして私は彼女に言葉を続ける。私と息子が平和に幼稚園生活を送るのに、夫がヤクザの組長だという必要は少しもないと思ったから。別に私はあなたとは違って、ボスママになりたいとか思ってないのよ。ボスママみたいにね。ボスママ、ボスママ、うるさいわね。あれ？違ったかしら？今までのあなたの態度を見ていると、私が間違っているとは思えないけどね。私は言い終わった後、ふーっと大きなため息をついた。それを静かに見守っていた拓也だが、ふとおもむろにコンロの方へ歩き出す。これを息子たちの前でやったら、まだにすんげー怒られるんだろうな。どういうこと？拓也は
その場に置いてあったトングをつかみ、それでまだ熱い木炭を拾う。いやいや、どうやらさ、彼らは言葉が通じないみたいだから、因果応報、ちゃんと自分がやられたことをやってやった方がいいだろう。だってさっきから謝罪の一言もないんだからさ、夫婦揃って嫌になっちゃうよ、まったく。まさか。そう、まさかと思いますでしょう。拓也はニコッと微笑んで、そのままその熱々の木炭を小山夫妻に向かって投げ飛ばした。美咲はとっさに隆の背後に隠れている。何よこの男、ニコニコしているくせにえげつない。美咲たちにその熱々の木炭が上がることはなかった。しかし美咲はガクガクと震え、自分の力で立ち上がることができなくなってしまっている。おやおや、俺が投げた木炭はあなた方には当たっていませんよ。そんな風に震えるなんて本当に弱い方々なんですね。なんですって、失礼な男ね。美咲は拓也の言葉に表情を曇らせた。そんな美咲に拓也はさらに続ける。聞きましたよ。被害届を出したら海に沈めるんですよね。その言葉をそっくりそのままお返ししようと思います。我が山下組が総力を挙げさせていただきます。拓也の迫力に何も言い返せなくなってしまった小山夫妻。申し訳ない。しばらくの後、高志から聞かれたのは精一杯振り絞ったと思われた声だった。それから拓也は私を急いで病院へと連れて行ってくれた。全治3週間か。結構な火傷だったな。たく、処置がもう少し早くできていれば。もうしょうがないよ。でも、子供たちにバレないような場所でよかった。まあ、うん。マナがそう言うなら。そしてあれから、数日が経過した。たく、やっぱりこうなるか。あん時潰しとけばよかった。拓也どうしたの？あ、小山組関連の情報が入ってきてな。実質で拓也が厳しい表情をしてスマホを眺めていたかと思うと、彼はそう説明してくれた。そして彼はさらに言葉を続ける。あいつら、小山組の部下どもを使って、うちに対する抗争を計画してやがるらしい。おそらくあいつ、うちを倒して功績を上げることで、自分が次期組長になることを決定づける魂胆だろうな。ほんと、胸くそ悪いわ。まさかそんな大事になるなんて、私のせいかな。んなわけねえだろう。前々から小山組には、怪しい噂が流れていたんだ。もしかしたら今回の件を言い分にして小山組が攻め入ってくるかもしれないからな。だけどそんなのまだ全く気にする必要なんてないんだから。彼はそう言って私をぎゅっと抱きしめてくれた。彼のこういうところに私は今まで何度も救われている。うん、わかった。私は拓也に精一杯の作り笑顔を返したのだった。その日からしばらく、拓也は小山組の情報をたくさん集めていた。山下組の部下はとても優秀で、次から次へと新たな情報を持ってくる。ああ、なるほどな。ええ、あの時もか。その情報をどうやって仕入れているのかは謎だが、私にはとてつもなく、たくましく思えたのだった。マナ、面白い話が手に入ったぞ。聞くか。ええ、聞いてもいいの？私が？
いいに決まっている。だってこの前のバーベキューのことが大いに関係しているから。え、この前のバーベキュー？私は料理をしている手を止めて竹谷に近寄る。彼はそんな私を見て満足そうに笑ったのだった。ほら、これ見てみ。組員が丁寧にまとめてくれた書類なんだよ。え、うん。それは、この前のバーベキューの時の情報をまとめたもの。うちの部下が小山組の組員たちをとっ捕まえて、情報を聞き出してくれたらしくてさ。え、すごい。だろう。うちのやつは優秀なんだよ。私はその書類に目を通した。そこには、あのバーベキュー会場にも、小山組の部下が同行しており、その時の、たかしが話していたことを聞いていた旨が書かれていた。これは、確かな現地ね。ああ、だろう。面白くなりそうだわ。拓也は、不敵な笑みを、その優しそうな顔に浮かべたのだった。そして次の日の夜、山下組は普段の穏やかな様子を一変させていた。組長、門のところに複数名、いや、数十人規模の男たちが集まってきています。おそらく小山組の面々かと。何？小山組だと。はい。小山隆史若頭がいるので、おそらくそうだと思われます。危険です。あいつら、おそらく茶貨や刀などの武器も持っているように見受けられます。竹谷のもとへ慌てた様子で飛び込んできたのは、部下のシガーだった。彼は顔を真っ青にして、竹谷に状況の不利さを訴えている。どうしましょう。今うちの組員はほとんど出払っていますし、いるとすれば俺、下っ端、そして組長くらいです。それでさすがにあの人数を相手にするわけには。なーに、それだけいればとりあえず十分さ。俺らは何組だ。山下組だろう。大丈夫大丈夫。俺らが小山組に負けるわけがない。そうだろう。拓也はそう言うと、志賀の肩にポンと手を置く。俺たちはこれから戦いに入る。マナ、子供たちを連れて、どこかへ隠れておいてくれ。安心しろ。絶対にお前らには手出しをさせないから。あ、うん。わかった。私は息子二人を抱えて、家の中に隠れながら、周囲の様子を伺った。私が隠れているのは、ちょうど家全体の様子が伺える場所。大丈夫だからね。ママとお家の中で隠れんぼしようか。このような状況の中で、息子たちは笑顔でいた。それだけが私の唯一の救いだ。ふと中庭を見ると、たくさんの男たちが集結していた。組長、小山組の奴ら、庭まで侵入してきました。やはり奴ら、危険な武器を多数所持しております。十分にお気をつけください。ああ、報告ありがとうな。大丈夫。このような時のために、俺もこっそりと海外から武器を輸入しておったんだよ。ほれ見ろ、この茶か。結構高かったんだぜ。拓也は笑いながらそう言い、シガーの緊張感をほぐしているようだった。どうもどうも、昨日ぶりだな。また会えて光栄だぜ。このボケ。おは、人の家に来たってのに、随分なご挨拶じゃないですか。お土産くらいあるんでしょうね。土産だ。ふざけてんじゃねえよ。なんで俺がてめえに土産物を渡さなきゃいけねえんだよ。クズ野郎め。いつの間にか、
小山組の面々は組内に侵入してきていた。彼らはニヤニヤとした余裕な笑みを浮かべて、こちらを挑発しているようにも見える。おい、お前ら何のつもりだ？そんな大人数を招待した覚えはないんだが、今すぐに帰ってもらおうか。ははは、帰るだと？せっかくここまで来ておいて、なのできるわけないじゃねえか。精一杯もてなしてもらわねえとよ。そして隆は部下たちに出撃の命令を出した。彼の発言に小山組の部下たちは大きな声で歓声を上げる。組長、あいつらやはり戻る気はないようです。こちらも応戦する必要があるかと思います。ははは、そうだな。しょうがない。できれば穏便に済ませたかったが、向こうがその気ならこちらもやり返さないとやられてしまうからな。大事な嫁と子供もいる。あいつらに手を出させるわけには絶対にいかない。はい。拓也は一度私たちの方を振り返ってニコッと微笑んだ。彼からこちらは見えないはずなのに、その仕草に胸がギュッとする。よーし、お前ら、うだれた喧嘩だ。負けたらダサいぞ。絶対に勝つ。そのつもりで行け。いい機会だ。小山をぶっ潰す。はい。ははは、俺らをぶっ潰すだと？笑わせるわ、この貧弱ヤクザめ。そして小山組の組員たちが、シガーに向かって、殴りかかってきた。まさか一番に俺が狙われるとは思っていませんでしたよ。もしかして俺が組長のそばにいたから幹部だとでも思われちゃいました？残念。俺はただの下っ端ですよっと。バカ言え。シガーは小山組の組員たちを次から次へと殴り飛ばしていった。シガーの拳は重く、小山組の組員たちは軽く吹っ飛んでいく。なんだこいつ。すんげえ強いじゃねえか。おい、てめえマジでただの下っ端かよ。嘘ついてんじゃねえのか。あ、嘘。ご冗談は。ご冗談って、だって、正真正銘、俺はただの下っ端ですもん。それ以上でも、それ以下でもありませんよ。シガーはニヤッと、強気な笑みを浮かべた。それを見て、小山組の組員たちは、後ろに退く。なーに、シガー、お前の正体くらい教えてやってもいいだろ。お前が、関東最大の組織のシガー組組長の実の息子だってな。なあ、言っちゃうんですか、組長。だってあいつらがあまりにもかわいそうじゃないか。自信満々で喧嘩を売りに来たくせに、下っ端ヤクザにどんどん追い詰められているんだぞ。多少は情報を渡してやんないと。まあそれもそうですね。たかしはシガーの正体を聞いて目を見開いていた。無理もない。シガー組とはヤクザでなくても知らない人はいないくらいの大規模組織だ。なんでそんなとこの坊ちゃんがこんなとこにいんだよ。ありえないだろう。こんな組ただの田舎者の集まりだぞ。わざわざこんなとこに来なくても。嘘つくなよ。シガーの名前を使って嘘なんかつくわけないじゃないか。俺は正真正銘現シガー組組長の息子だよ。まあ次なんだけど。俺はさ、山下組長の手腕に憧れてここに入ったんだ。ここなら俺が子供の頃から培ってきた知識や技術を役立てることができるんじゃないかと思ったんだよ。もちろんここに入る前に
近隣の小山組のことも調べたよ。だけど小山組のだらしなさったらないね。自分の組の情報をどんどん垂れ流す組員がいたり、嫁は嫁で組の力を利用して自分の優越感を満たそうとしていたり、マジでとんでもない組だと思ったんだよな。絶対に入りたくないって思ったわ。ま、今も同じだけど。シガーの言葉に、タカシは顔を真っ赤にした。そんなタカシに、タクヤは続ける。なあ、小山さん。実は今まで言っていませんでしたが、あなたについて、面白い情報を入手したんですよ。どうですか？聞きたいですか？面白い情報だと。なんだ、話せ。じゃあ、特別に教えてあげますよ。拓也の言葉に、タカシは今度は顔を真っ青にしてそう叫んだ。まったくコロコロと顔色を変えて、忙しい男である。タクヤはタカシのその反応を見て、面白そうに口元を歪ませた。ええ。この前の妻たちのバーベキューのことです。あなた、あの場に部下も連れてきていたらしいですね。実はその時の部下の一人に、あなたが言っていたことを聞くことができましてね。はあ、どういうことだ。そうですよね。驚きますよね。でも、事実なんですよ。うちの部下が、お宅の部下に強制的に話を聞き出しまして。まあ、ペラペラ喋ること喋ること。まるで壊れたレコーダーのようですよ。拓也は、にやっとほくそ笑んだ後、言葉を続ける。あなた、あの時に俺の存在が、邪魔だとか言っていたらしいですね。それに潰してやるとも言っていたとか。しかもあの事件をきっかけにして、構想を仕掛けようと、計画を立てようみたいなことも話していたみたいじゃないですか。ほんと、腹黒くて嫌になっちゃいますね。妻たちの争いを、ヤクザの構想に利用しようとするとか、ダッサいですね。あいつ。いや、別にいいんですよ。でも、お宅の部下さんの証言があったおかげで、小山組に仕掛けられた時のことを、事前に何度もシミュレーションすることができました。そうそう、そろそろうちの幹部たちも、はあ。拓也がそう言った直後だった。それまで閉じられていた山下組の門が開かれ、そこから数十人規模の男たちが入ってきたのだ。あいつらは。そうそう。今日留守にしていた、うちの幹部たちです。用事を頼んでいましてね。どうやらそれも無事に完遂してくれたみたいです。あの人たちは。そうそう。シガーは見覚えがあるだろう。あの人たちは、シガー組の精鋭たちなんだよ。どうやら、うちの幹部たちが、シガー組の組長へ、交渉に成功したようだ。拓也はシガーににかっと笑いかけた。シガーは口をポカンと開けて拓也を見ている。どうやらシガーの様子を見るに、拓也はこの計画を秘密裏に進めていたようだった。だから言っただろう。大丈夫だって。よし、いいかお前ら。こいつら小山組は敵だ。徹底的にぶっ潰せ。最悪命を奪っても全く構わん。一斉攻撃だ。そして拓也の言葉に一斉に攻撃が仕掛けられた。先ほどシガーにやられてビビった小山組の組員たちはもう反撃する気も起きないのか、次から次へと倒されていく。おい、お前ら、ふざけんな。起き上がれよ。あなたが俺ら全員を倒せばいいじゃないですか。くそ。タカシは山下組組員たちとシガー組精鋭たちの力でいとも簡単に捕らえられてしまった。
ついでにボコボコにもされ、彼はしょぼくれてしまっている。まさかこんなに簡単に捕まえられるとは思ってもいませんでしたよ。まあ、うちの組員やシガー組が優秀だから、当たり前っちゃ当たり前なんですがね。拓也はニコニコと微笑んだ後、タカシに茶化を向けた。あなた、俺らを倒せば自分が次期小山組の組長確定だとでも思ったんでしょうけど、自分の野心のために家族も組も危険にさらす男は終わりですよ。そして拓也はタカシに向けて引き金を引いた。弾はタカシの右肩を貫き、彼はその場に崩れ落ちる。くそ、もう少しだったのに。もう少しなわけあるはずないでしょう。こちらの情報を全く知ろうともしなかった。そちらの負けですよ。大敗です。その後、今回の構想は幕を閉じた。小山組との圧倒的な力の差を明示して、高志はそれから、裏社会から完全に姿を消すこととなり、妻の美咲とも離婚することになったという。ま、自業自得ね。その話を聞いたとき、私の中には、かわいそうなどという感情は少しもなかった。あれから3ヶ月が過ぎた。そうそう、あれから幼稚園が平和になったんだよ。やっぱりみんな、美咲さんに夫のことで脅されていたみたい。だから全然言い返せなかったみたいだよ。美咲さんと娘さんが遠くへ引っ越してから、本当にみんな楽しそうなの。そうか。それならよかったよ。俺のおかげっていう感じ。まあ、そうだね。めっちゃかっこよかったよ。あ、姉さん。あ、組長。顔が真っ赤です。あ、うるせえ。私たちは笑い合った後、会話を再開する。そういえば、あえて高志のことは聞かなかったけど、あの人はあれからどうなったの？裏社会から消えた？くらいしか聞いてないけど。そうそう。あいつはな、組から追い出されたんだよ。もちろん小山での若頭という経歴も全て剥奪されてな。でも近場には住んでいるっていう話だよ。三丁目のボロアパートあるだろう。あそこに住んでいるらしい。うちの組員からの情報によるとな。三丁目のアパートって、あのお化けが出るって噂の、あそこって人住めるんだ。ええ。大家さんももう取り壊す寸前だったみたいです。しかも高志、今までヤクザしかやってこなかったじゃないですか。だから一般的な仕事は何もできないみたいです。それで借金もたくさん抱えて生活しているみたいですよ。うーわー、いろいろ悲惨ね。離婚もしちゃったしね。一方で私たち一家は、今までのことが嘘のように、穏やかな生活を送っていた。ママ友たちも、あの時のことを誠心誠意謝罪してくれ、今ではうまく、そして楽しくやっている。これからも幸せで、非凡な日々が過ごせますように。私が呟いた言葉に、タケヤとシガーは優しく微笑んだのだった。ご覧いただき、ありがとうございました。あなたからのコメント、お待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は相川真一、45歳。地元の片隅で焼肉店を経営している。妻と娘と日々幸せに暮らしており、これ以上ない日々を過ごしていると思っている。いらっしゃい。おう、佐藤さんじゃないよ。あ、今日は娘さんと一緒なんだね。いいな。俺は今日も妻の美咲と一緒に店を回していた。俺は客の接客をしつつ汗をかきながら肉を焼く。新一、一番テーブル、カルビね。おう、承知。今日もそんな風にいつもと同じ毎日が過ぎていくと思っていた。しかし、願いというものは
あっさりと崩れ去るものだ。うわ、なんだ？なに？突然ドカンという爆発音が店内に響いたのだ。俺と美咲は思わず顔を見合わせる。俺が様子を見てくるから、美咲はお客様の様子を見ていてくれ。怪我をされていないかの確認も。ええ、わかったわ。俺は店内のことを美咲に託し、恐る恐る店の外に出た。そこには俺の店に突っ込んでいる一台の高級車があった。これはどういうことですかね？っていうか、お怪我はありませんか？怪我は大丈夫。またやっちゃった。は？また？そうそう。私ね、運転苦手なのよ。車をこすっちゃうなんて日常茶飯事。せっかく彼氏にいい車買ってもらったのにさ。車から出てきたのは一人の派手な女性だった。金髪でネイルもガチガチ、服装も大変セクシーである。ねえねえ、おじさんさ、ここの店主さんだったりする？まあそうですけど。ならちょうどよかった。ねえねえ、私もうこの車乗らないから、適当にレッカー頼んで持って行ってもらってくれない？は？どういうことですか？どういうことって、一から説明しなきゃわからないの？どうせここまで派手に突っ込んじゃったら、もうこの車は使えないじゃない？ボロボロだし。そしてここはあなたのお店。あなたもいつまでもここにボロボロの車が置いてあったら困るでしょ？だからお互いのためにあなたがこの車を処分してって言っているの。ウィンウィンじゃない？彼女は俺の方を見ながらニヤニヤと笑ってきた。その顔や態度からは俺の店に突っ込んだことへの反省はみじんも感じられず、俺は思わずムカッと来てしまう。さすがにちょっとおかしいんじゃないでしょうか。確かに今回事故に遭われたことは災難だったと思います。しかし、その後にきちんと叱るべき対応を取るのが車を運転する者の役目ではないでしょうか。俺も免許持っていますけど、免許取る時も免許の更新の時も耳が痛くなるくらい言われていますよね。事故後の対応について。思わずイラつきから饒舌になってしまう俺。そのイラつきは女性にも移ってしまったようだ。彼女は俺を睨みつけながら大きなため息をつく。なーにおじさん。もしかしてめちゃめちゃ面倒くさい人？別にいいじゃん。こんなに可愛い女の子がお願いしてるのよ。そんなさ、決まり事ばっかり気にしていたら疲れちゃうじゃない？世の中、ギブアンドテイク。私の言うことを聞いてくれたっていいじゃない？ギブアンドテイクって、俺には何にもメリットないんだけど。やだ！さっきから言ってるじゃない。おじさんのメリットは、ここから車がなくなること。いつまでもここに車があったら、お客さんのご迷惑にもなるでしょう？彼女のだいぶ身勝手な言い草に、今度は俺が深いため息をつく番だった。俺は両腕を組んで彼女の方をまっすぐに見つめる。なーに？私が可愛いからってそんなに見つめちゃってさ。言っとくけど、私彼氏いますんで。そんなんじゃないよ。俺も嫁がいるからね。どちらかというと、俺は君の非常識さに腹が立っています。は？腹が立っているですって？ああ、そうです。まあいいや。多分、君と話しても話が通じないと思うから、警察呼びましょう。第三者を挟んで話し合った方が絶対にいいです。
俺はポケットからスマホを取り出した。すると彼女はいきなり俺の腕に飛びかかってくる。ちょ、警察なんて絶対にやめてよね。ふざけないで。ふざけないでって、あなたがふざけているんですよ。女性は俺のスマホをひったくった後に満足そうな顔をして笑う。これでも連絡はできないわね。勘弁してください。返してください。嫌だわ。なんて話の通じない女性なのだろう。俺が困り果てていると、いつまで経っても帰ってこない俺を心配したのか、美咲が外に様子を見に来た。どうしたの新一。なんか、いつまで経っても戻ってこないから心配しちゃった。え？っていうか、車？ああ、さっきの音は車が突っ込んだ音だったんだ。現場を見て瞬時に状況を理解する美咲。俺はやっと話が通じる人が出てきてくれたことで少しほっとする。お客さんたちは大丈夫？混乱してない？大丈夫。今は皆さんお食事していらっしゃるわ。怪我をした人もいないみたい。そうか。それならよかった。俺は美咲に優しく微笑みかけた。彼女もそれを見て小さくうなずいてくれる。なーに？そのブサイクな女。そんな女を連れてきたからって、別に私に何のダメージはないわよ。弱そうだし。いいから早くレッカー呼んで。何度同じこと言えばいいのよ。めんどくさいな。あ、お前、ほんと好き勝手言いやがって。いいの、新一。っていうか、そうか、新一がすぐに戻ってこなかった。いや、戻ってこれなかった理由が、すんごくわかったなって思ってね。美咲はそう言うと、女性をきっと睨みつけた。女性は、そんな女性の態度が気に食わなかったのか、舌打ちを打つ。わかったわよ。レッカーは私が呼ぶわ。でも、示談にしてよね。私、キャバ嬢やってるから、こう見えてもお金はたっくさんあるの。それに私の彼氏、城島組の若頭だから、示談にしないと魚の餌にされちゃうわよ。は？城島組だって？そうよ、城島組。女性は俺たちの顔を交互に見て、ケラケラと楽しそうに笑った。しかし一方で、美咲はそんな彼女を冷めた目で見つめている。なるほど。あなたがうちに対してそんなに強気で出ていた理由が分かった気がするわ。はあ？何おばさん、うるさいんだけど。何？ボンクラの旦那を持ったひがみ？やめてくれない？私、女のひがみなんて仕事で十分お腹いっぱいなんだけど。ひがみ？小娘がバカ言ってるんじゃないわよ。おあいにく様。私は今めちゃめちゃ充実して幸せなんでね。あんたみたいな小娘に嫉妬なんてしている暇はないのよ。今だって早く仕事に戻りたくてうずうずしているくらいだしね。はあ？なんですって？しかも、なんだ、あんたの彼氏、怪団体のガキでしょ？そんなんで威張んなって感じなのよ。は？え？美咲の一言に女性の顔がさーっと青ざめたのが分かった。しかし、美咲の表情は変わらず無表情だ。俺はそんな美咲を固めに女性に声をかける。まずは俺のスマホを返してくれないかね。君のやっていることは窃盗です。これ以上罪を重ねない方がいいと思うんだけど。ここは法治国家です。さて、まずは警察を呼ぼうかね。何でも金で解決すればいいっていうその根性をちゃんと叩き直した方がいいと思うよ。しかし女性は俺には強く歯向かってくるのだった。
いいわ。彼氏のリュウジを呼ぶから待っていなさい。私に喧嘩を売ったことを後悔すればいいわ。そして女性は俺にスマホを投げ渡し、そして自分のスマホで彼氏に連絡を取ったのだった。それから10分ほどの時間が流れただろうか。サラ、無事か？大丈夫か？変な男らに絡まれてるってマジかよ。リュウジ、もうそうなの。めっちゃ怖かったんだから。二人の男を引き入れて現れたのは女性、サラの彼氏と思われるリュウジという男性だった。リュウジは抱きついてくるサラを力強く受け止めた後、俺たちの方を思いっきり睨みつけてくる。ああ、てめえこの店のオーナーだろ？ざけてんじゃねえよ、ぼやこら。俺の女にこんな態度をとっていい度胸じゃねえか。何考えてんだよ、てめえ。いや、あなた、そちらの女性からなんて話を聞いたんですか？言っときますけどね、そちらの女性が加害者で、こちらは被害者なんですよ。こんな風に怒鳴られていることに、俺は納得がいきません。あ？俺に口答えすんのが、いい時は知ってんじゃねえか、ボケが。リュウジはそう吐き捨てるように言った後、店の扉をガンと力強く叩いた。その音に驚いた店内の客たちの視線が一気にこちらに向く。あれが力を振るえば、店内の客たちもみんな一撃でこっぱみじんだろうな。幸い、こっちには二人の部下もついてきているし、気に食わねえ奴の店で飯食ってる客も、みんな気に食わねえ奴らなんだわ。ああ、ぶっ潰してえな。お前な。あ、いいな、その顔。冷静さ装ってる奴が感情を崩す時間が俺は一番好きだわ。マジで人間って醜いねって再確認できる。男はゲラゲラと笑った後、部下たちに視線で合図を出した。その合図を皮切りに二人の部下は店内に入ろうとする。状況を察した客たちはこれ以上ないほどの叫び声を上げた。マジウケる！店に入ろうとしただけで叫び声って、俺らはゴキブリかや！クソ野郎！俺はヤクザたちが店内に入らないように体で入り口をガードする。二人の部下はそれを見て俺を鼻で笑ったのだった。ねえ、リュウジ、そんなに構わなくていいよ。あたし、そろそろ飽きちゃったもん。早く帰って、いいとこにご飯食べに行こうよ。リュウジ、今日デートしてくれるって言ってたじゃん。ああ、そうだな。もちろんだぜ。リュウジとサラは目の前でイチャイチャとくっついている。俺はそんな二人を見て、ちらっと岬に小さくうなずいたのだった。美咲はそのまま店の裏口へと向かう。ところでさ、本題に入りたいんだけど、あなたはこの子の彼氏なんだよね。なら、あなたからも説得してよ。この子、うちの店に勝手に突っ込んできた挙句、警察も呼ばないとかダダをこねてるんですよ。小さい子供を相手にしているみたいで、全く話にならないから。あなたから警察をちゃんと呼ぶように説得してください。俺の言葉にサラは眉を吊り上げた。不服そうなそんな表情を見せる彼女にリュウジはゲラゲラと笑う。そうな？これそういう状況なの？でもさ、うちのサラがそうしてって言ってるなら、この子の言うことを聞いてあげてくんねえかな。俺、城島組の若頭。ここまで言えば、俺の言いたいこともわかるよね。ね。キャーニュージー、もっと言っちゃって。サラは、リュウジの言葉に嬉しそうな声を上げた。はあ、これはマジでダメなカップルだわ。
若頭だって言うからちょっとくらい常識も持ち合わせてんのかなと思ったけど、こいつはそこらのチンピラと同レベルだわ。俺は二人の前でため息をつく。すると俺の視界の端に複数人の男女と美咲の姿が入ってきたのだった。よし、お客さんたちはみんな逃げ出せたか。あ、ボソボソ喋ってんじゃねえよ、おっさん。いや、悪いね。俺とリュウジが何気ない会話を交わしていると、そこへ美咲が戻ってきた。彼女は額にびっしょりと汗をかいている。ありがとう、美咲。あ、だってやめろ。俺と美咲にしかわからない会話を聞いて、怪訝な表情になるリュウジ。美咲は汗を腕でガッと拭いた後、リュウジを睨みつける。いやー、すみませんね。私、あなたたちがあまりにも物騒だったので、お店の中にいらっしゃったお客さんたちに避難してもらってたんですよ。あなたも、あなたの部下も、ほんと、目が節穴ですね。私がいないのも、お客さんがお店から出て行っちゃったのも気づかなかったなんて。ほんと、あなたたちがバカで、助かったわ。なんだって、うわぁ、てめえら、てめえらの目はどこについてんだ。簡単に逃がしてんじゃねえ、ぼやらせ。美咲の言葉に、リュウジは顔を真っ赤にした。そんなリュウジを美咲は鼻で笑う。ねえねえ、そういえばさ、あんた、ヒロウ組って知らない？あ、いきなり何の話だよ。ヒロウ組が何の関係があるっつんだよ、バカ女。あ、そうか。ここまで行っても気づかないか。でもまあ、だからこそお客さんを無事に逃がせられたわけだけどね。はあ？イラつきながら唾を吐くリュウジ。しかし、そんなリュウジの後ろで部下の一人が突如としてガタガタと震え始める。よく見たらこいつ、ヒロウ組の突然姿を消したっていう相川新一じゃないすか、この男。はあ？相川新一だ？はい、あの修羅場の新一です。部下の言葉に、リュウジは俺をじろっと下から上まで見回した。彼は俺の正体に気づいたのか、一瞬たじろぐもすぐに鼻で笑う。もし仮に、こいつが修羅場の新一だったとしても、そんなの関係ないぜ。だって今は焼肉店をやってる、ただのおっさんだろ。ヤクザを辞めたようなカスなんて、俺の敵なんかじゃねえな。ですが、結構やばいですよ。修羅場の新一って、とんでもない伝説が、残ってて。だから、うっせっつってんだろ。てめえはそんなに、俺にぶちのめされてえのか。部下のくせに調子こいてんじゃねえよ、バラ。すみません。リュウジに叱られた部下の一人は、顔を真っ青にして下を向いている。彼のこの反応を見るに、このリュウジという男は普段からよほど横暴なのか。まあ、俺が過去ヒロウ組にいたというのは本当だよ。でも、結婚するときに組からは足を洗ったんだ。俺は過去のことはもう引きずってはいねえよ。だからさ、てめえらも俺の安寧な生活ってやつを脅かさないでくれよ。今回は、警察を呼んで叱るべき対処をすることで、てめえらのことは許すとする。だから、さっさとその女以外は、どっか行きな。この私のこと、女呼ばわりですって？一瞬ひるんだ表情を見せた、リュウジだったが、サラのその一言で、ふと我に返っていた。そして彼は、自分の背後にいた部下に、視線を移す。黙れ。昔のヤクザなんかより、今の俺たち、城島組の方が勢いがあるんだ。ヒロウ組も、こんなボロい店も、俺たちがぶっ潰してやる。あ、はい。そして部下たちは、店の中に入ろうとしてきた。
彼らの手には地面に転がっていた石ころが握られている。何をするつもりよ。何って、これはこうやって使うもんだろうが。そう叫んで部下は店の入り口のガラスに石を投げつけた。窓ガラスはバリンという激しい音を立てて割れてしまう。ははは、所詮こんなもんよ。次はこの石、その女の頭に直接当ててやろうか。ああ、 なんてひどいことばかり。美咲は潤んだ瞳でそう言った。無理もない。この店は結婚してから二人で切り盛りしてきた大切な店だ。よくも、どんどん店をボロボロにしてくれたな。この店はよ、命の次に大事な店なんだわ。ふざけてんじゃねえよ、クソども。ああ、そんなこと知ったこっちゃねえよ。俺は若の命令に従うだけだっつーの。ほうほう、面白いこと言うじゃねえか。それならこうしてやるよ、おら。俺はそう言うと目の前の男の体をぶん投げた。男はいとも簡単に道端へ投げ飛ばされてしまう。うわぁ、おいおい、こんなもんかよ。どんどんかかってこいよ。もっと力を見せてみろよ、雑魚ども。俺の言葉にもう一人の部下も俺に向かってきた。しかしその部下も俺に簡単に投げ飛ばされてしまう。ねえ、リュウジ、こいつらもしかして強いんじゃない？やだ、めっちゃめんどくさいことになっちゃったじゃん。はじめからリュウジが私の代わりにこいつをぶっ潰せばよかったのに。サラ、俺のせいにするのがや。つか、そもそもはお前の責任だろ。違うもん、私のせいじゃないもん。っていうか、彼女のやったことの責任って彼氏が取るもんでしょ。私をつなぎ止めておきたいならそのくらいの気くらい聞かせなさいよ。目の前で喧嘩をし始めるリュウジとサラ。俺はそんな二人を見て鼻で笑う。おいおい、俺は別に二人の血は喧嘩を聞きたくて部下を投げ飛ばしたわけじゃねえんだけどさ。なあ、そろそろ警察呼ぶ決心ついたか。わけねえだろが。そして彼の視線は美咲に移った。リュウジはニヤッとした笑みを浮かべ部下に命令をする。あいてめら、こいつをぶっ潰せ。この女をやられたら、さすがのこいつも諦めざるを得ねえだろうな。美咲。倒れていた部下たちはゆっくりと立ち上がり、美咲に拳を向けていった。はぁ、私に向かってくるとはいい度胸ね。舐められたもんだわ。しかし、美咲はひるむことなく彼らに立ち向かう。ありゃ、クソ女、てめえなんか一発だ、強かったんじゃねえよ、ボーゲ。私はね、少なくともあんたら雑魚には負ける気はないの。うぬぼれないでちょうだい。勝手に言ってろ、ボーゲが。部下たちは美咲に何度も殴りかかった。しかし彼女に拳が当たることはない。さすが疲労組長直々の腕だな。は？疲労組組長だと？リュウジは慌てた様子で俺の言葉に反応した。しかし俺はそんな彼には返事をしない。ぬるいぬるい。言ってなかったけどね、私は疲労組組長の娘なの。武術の達人と名高い父さんから直々に教えてもらった武術が、あんたらみたいな名もない男たちに負けるとは全然思えないわ。なんだと？そう、美咲は昔俺が所属していた疲労組の組長の娘だ。彼女を嫁にもらうとき、組長から、うちの娘はどこに出しても恥ずかしくない子に育てた、と言われたことは今でもはっきりと覚えている。美咲は俺が戦っても勝てるかどうかわからねえよ。マジで強いから。
お前らみたいなカス、敵じゃねえな。だって、そんな女がいるはずねえじゃねえか。信じられねえ気持ちはわかるが、でもよ、その信じられねえを超えてくるのがうちの嫁なんだわ。てめえんとこの、その脳なし女とは全然ちげえよ。なんですって？こうなったら。サラはスマホを取り出して何やら操作をし始めた。しかし俺はそれにはビビらない。なぜなら俺と美咲の二人がいれば負けることがない。その自信だけが大きくあるからだ。ほらほら、あんたらの実力はこんなもん？それともふざけてるの？この野郎、バカにしやがって。そう見える？面白い。それじゃ、そろそろ決着つけようか。そう言って、美咲は男たちに強烈なグーパンチを食らわせた。華奢な体格の彼女から繰り出されたものとは思えないようなそのパンチに、部下たちは次々とやられていく。すんません、あ、おい、マジかよ。だから言っただろ。龍二は俺の言葉に口元を引きつらせた。もうこれでいいだろ。諦めてきちんと罪を償うんだ。これ以上やったらマジであいつらあの世に行くぞ。金やろ。龍二はじりじりと俺たちから距離を取ろうとした。しかし、それをサラが引き止める。ちょっと、龍二、あんな部下たちがやられたくらいで、そんなに逃げ腰にならないでよ。めっちゃダサい。あたしがさっき、城島組に連絡しといたから、もうすぐに増援が来てくれるはずよ。あ、噂をすれば、ほら見て、あれって城島組の車じゃない？よけた、サラ。あたしってほら、仕事ができる子だから。嫌味な笑みをこちらに向けてくるサラ。俺はその笑顔に思わず心臓が嫌な音を立てるのを感じる。ちょ、マジでその女、面倒くさいことばっかりしてくれるわね。美咲も自分の足元に倒れ込んだ男二人を見ながら、ふーっとため息をついている。でも大丈夫。ここまで来たら徹底的にぶっ潰しちゃいましょう。私と龍二なら何人だって大丈夫よ。っていうか私、こいつらの鼻っ柱を折ってやんないと気が済まないわ。特にその女、自分には何にも力がないくせに威張り腐りやがって。まさにこういうやつが虎の胃を狩る狐ってやつかしら。美咲。俺は美咲の笑顔に力が抜ける感覚を覚えた。結婚した当初、焼肉屋を開店した時も彼女に何度も救われた。今回もだ。俺には彼女しかいないと心底思う。ああ、そうだな。全員ぶっ潰す。そして絶対にあの女を警察に引き渡す。なんかこれからヤクザを相手にしようと思うと、事故のことがちっちゃく見えてくるから不思議ね。そりゃあ違いね。そしてついに、増援の城島組組員たちが店の前までやってきた。ざっと20人程度はいるだろうか。鋭い目つきを持った彼らを、俺と美咲はこれ以上ないくらい睨む。お前ら、よく来てくれたな。サラから連絡が行ったのか。こいつら、マジでしつけんだわ。どうしてもサラを警察に引き渡したいらしくて。示談って言っても受け入れてくれねえんだわ。マジでカスなの。元疲労組の組員だか、疲労組組長の娘だか知らねえが、ここまで好き勝手やられちゃ、許すわけにはいかねえ。こいつらは海に沈める。だからお前ら、こいつらを好きにボコしちまえ。魂があの世に行っちまっても構わねえから。龍二の言葉に、城島組の部下たちは、わーっと大きく盛り上がった。中には担当を手にしている者や、
斧のようなものを手にしている者もいる。まあ、やけに物騒ね。大丈夫、新一。ビビってない？俺を誰だと思っているんだよ。元疲労組幹部の相川新一だぞ。このくらいの修羅場、慣れているさ。さすが私の旦那、かっこいいよ。そして、俺たち相川夫婦と城島組の全面衝突が始まった。緊迫した空気が辺りを包む中、俺や美咲は拳を振る。たく、人数が多ければいいってもんじゃないのよ。私と新一は量より質、それを分からせてあげるわ。美咲は勝ち気な表情でニヤッと微笑んだ。龍二も龍二で得意げな笑みを浮かべている。俺たちの座縁だ。お前らみたいに古臭い連中に、俺たちの力をこれでもかというほど見せつけてやるよ。何を笑ってやがるこのジュージュ。いやいや、負け戦に挑む敵の気持ちになっちゃってさ。お前も若頭なら理解しているんじゃないか。戦いは数ではなく兵の質だと。そこの女が勝手に呼び出せるくらいの組員だ。どうせここらに増援に来ている組員も大した奴らじゃねえんだろ。お前はこの場での賞賛がないことくらい分かっているはずだ。ね、いい加減なことを言いやがって。いや、俺はいい加減なことは言ってないつもりだぞ。自分なりの冷静な分析の上で言っている。ち、口の減らないジジイだな。別にいいさ。俺らは残りも全部ぶっ潰すだけだから。俺は倒れ込んでいる城島組の組員たちを踏みつけながら、龍二の前にじりじりと近寄る。俺たちはもう過去のような戦いに戻りたくない。それが本心だ。しかし、家族や大切なものを守るためなら全力で対処する。はあ、甘ったるいこと。俺は城島組の名にかけて、お前や疲労組を潰すつもりだ。そして、俺と美咲は残りの組員もどんどんと蹴散らしていった。こいつらは本当にヤクザだろうか。思わずそう思ってしまうほどの弱さである。さーてと、制圧完了。あとはお前とそこの女だけだな。ちくしゃ。え？龍二なんとかしてよ。俺の前で騒ぐ二人。しかし、俺はそれには少しも動じない。てめえはさっきから、俺らを踏み台にしてか、疲労組もぶっ潰すってな話ばかりしてたが、無理だったな。諦めな。くせ、俺はまだやれる。悔しそうな声でそう絞り出した龍二は、懐から茶化を取り出した。彼のその仕草に、俺は思わず一歩退いてしまう。し、茶化なんてもう取り出しやがって。美咲、気をつけろよ。ええ、了解。もちろんわかってるわ。俺の背中を冷たい汗が伝っていくのがわかる。俺が怪我をするのはまだいい。しかし、美咲が怪我をするのはどうしても耐えられなかった。それならこうしてやる。なんだ？次の瞬間、俺は龍二の腕を勢いよく蹴り上げていた。俺の足は見事に彼の手に命中し、彼はその勢いで茶化を地面に落とす。あ、しまった。龍二、何やってんの、バカ。二人の悲痛な悲鳴が周囲に響き渡る。一方で美咲は地面に落ちた茶化を素早く拾い上げたのだった。オッケーよ、新一。茶化は私が責任を持って見ておくから。了解。サンキューな。そして俺はわなわなと震えている龍二に向かっていった。龍二は俺の攻撃を手で防ごうとするも、すぐに俺の力で後ろへと吹き飛ばされていく。ちくしゃ。そして彼はついに地面に膝をついてしまったのだった。誰がどう見てももう終わりだ。なあ、
自分らが悪いことをした挙句、喧嘩を売って、最終的にはその喧嘩に負けるって相当ダセえな。だったら最初から罪を認めて、ちゃんと償った方がよっぽどよかったな。俺は腐っても元ヤクザだよ。てめえを茶化で打ち抜いても別にいいと思っている。さあ選べ。てめえの茶化でドア玉ぶち抜かれるか、素直に警察を呼ばれるか選ぶんだな。俺の言葉に龍二はわかりやすくガクッとうなだれた。そして横たわっている部下たちに撤退命令を出す。おい、てめえら、組に帰れ。もういい。すごすごと帰っていく城島組の部下たち。彼らはたった二人の男女にやられたと思えないほどボロボロになっている。え、ちょっと負けたってこと？まだやれるでしょ？信じらんない。これじゃあ私本当に警察呼ばれちゃうじゃない。うるせえ。何よ。現場にはさらの消えそうな声だけが残った。そしてあれから半年が過ぎた。新一、龍二から1000万円の慰謝料の振り込みがあったわよ。これでやっとまだ直せていなかった店の壁の一部が修理できるわ。おお、そうか。やっとか。まあ払い込んできただけ許してやるか。あの戦いの後、俺たちが呼んだ警察によってサラは逮捕されていた。もちろん、あのサラが素直に警察の言うことに従うわけもなく、すごく反発していた。まったく、あの子も素直に取り調べを受けていればよかったものの、わざわざ自分から罪を重くしていったんだもんね。ほんとバカ。でも、あの子からも2000万円振り込まれるからね。それで私たちは許してやることにしましょう。私たちは大人だから。そうだな。裁判もやって、弁護士費用とかもかかったからな。それで賄わせてもらおう。ええ、ほんとよ。それでもしお金が残ったら。ああ、わかってる。久々の家族旅行だよな。そう、正解。俺は目の前で大喜びをする美咲を見て、ふっと肩の力が抜けていく感覚に陥る。まあ、店も今は営業できるくらいに良くなったし、これからもよろしくな、相棒。ええ、こちらこそ。店は修理後も繁盛し、今も店内には笑顔が溢れている。俺たちは今後もみんなの笑顔が集まる場所を作りたいと心から思っている。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は相沢優斗、16歳、県内の普通高校に通う高校1年生だ。はあ、今日も学校か。行きたくないな。俺は学校でいじめに遭っていた。内向的で臆病な性格の俺、いじめの対象となるにはあまりにも必然だった。3ヶ月前、母はヤクザの幹部である相沢健二さんと再婚をした。新しい父親だけでなく、一見ヤンキーにも見える兄もできた。世間から見れば新しい家族もできて幸せだと思われるかもしれない。ああ、やっと父さんたち出かけていった。ほんとあの人たちが家にいるとリラックスできないんだよな。家にも学校にも居場所がない。ほんとマジで辛いわ。俺は二人を見送った後、そう小さくつぶやいていた。ある平日の放課後、俺はいつものように一人で自宅に帰っていた。今日は帰ったらあの二人がいないうちに夕食を食べて風呂に入って、頭の中で
段取りをしながら歩いていると、急に俺の隣に黒い車が止まった。え？よう！その車の中から急に話しかけてきた男。見知らぬその人物に俺は思わず身構える。なんでしょうか？俺に何か。そうそう、お兄ちゃんに用事があるのよ。お兄ちゃんさ、相沢って人知らない？ちょうど君くらいの子の父親やってるって聞いたんだけどさ。え、知りません。さよなら。他を当たってください。さよならってひどいじゃん。ねえねえ、俺さ、その相沢の息子の写真持ってるんだけど、これって君じゃないの？まさか俺に嘘ついたとかないよね？え、これって。その男が俺に見せてきたのは、間違いなく俺自身の写真だった。俺はそれを見た瞬間、全身がさーっと冷めるような感覚に陥る。おいおい兄ちゃん、俺にはこれがお前に見えるんだけど、どういうことかな？え、それは、俺さ、嘘つきが一番嫌いなんだよね。男は俺に向けてニヤッと笑った後、シートベルトを外し、車から降りてこようとする。別にさ、兄ちゃんに悪いことをしたいわけじゃないのよ。ちょっと協力をしてもらいたいだけでさ。そんなに嫌がるなよ。悲しいじゃん。え、なんで？お前気を取りすぎ。え、普段からそんな感じなの？学校の子にうざいって言われない？もしかしたら逆に可愛いとか言われている方？違いますけど。だいよな。そして男は車のドアを開け、俺の前に降り立った。彼はニヤニヤとした笑みを浮かべたまま、俺の腕をガシッと掴む。その力があまりにも強く、俺は思わず顔をしかめたのだった。痛いです。やめてください。ギャハハハ、痛いな。別に殴っても何してもねえじゃねえか。兄ちゃんがうじうじ言ってて素早く答え出さないからさ。俺今結構イライラしてんの。こう見えてもこの写真を手に入れるのも苦労したし、兄ちゃんの学校を特定するにも割と苦労したのよ。いいじゃん、ちょっとついてきてよ。嫌です、やめて。うっせえな、こいつ。男はそう言うと、俺の方を思いっきり殴ってきた。初めて感じた強烈な痛みに、俺は一瞬、息が止まってしまう。えよ、なんで？お前殴られたことないだろ。あれっきりでこの反応とか受ける。男は俺の腕から手を離し、ゲラゲラと笑った。そんな男が俺には悪魔に見え、一歩下がる。なんかやばい。このままここにいたら多分。俺はとっさにそう感じ、何も考えずにまっすぐに走り出した。おいおい、逃げちゃうのかよ。でもお前特定されてるってことを忘れんなよ。背後に聞こえる男の声。
しかし俺にはその言葉の意味まで深く考える余裕がない。ああ、ここまで走ってくれば、大丈夫か。ある程度走ったところで、俺は一度足を止める。男が追いかけてくる気配はない。体育以外で久しぶりに猛ダッシュをして呼吸が苦しい。なんて日なんだ。もう最悪だ。自宅に着いたことで、俺の気はぐっと緩む。そして俺は呼吸を整えながら玄関を開けたのだった。あ、だてめえ、バカに急いで帰ってきたじゃねえか。玄関の扉くらい静かに開けろよな、クソうるせえ。すいません。あ、声が小さくて何言ってるか聞こえねえよ。つーかさ、俺らもう家族になってから3ヶ月も経つじゃねえかよ。それなのにいつまでもビクビクしてんの、めっちゃムカつく。お前そんなんでも男だろ。シャキッとしろよ、うぜえ。ごめんなさい。家に帰った俺を待っていたのは、玄関で出かける支度をしている兄だった。彼は俺の反応を見ると、ふーっと大きく深いため息をつく。だからそういうところだって。お前さ、そういう態度が人をイラつかせるっていう自覚あるわけ？俺、マジでお前みたいなよくわからないところでビクつく人間大嫌いだわ。直して。兄に真正面から言われた大嫌いという言葉。俺は心臓が固まるような感覚を覚え、彼に何も言い返せなくなってしまう。ああ、チッター何か言い返せよ。うじうじうぜえな。つーか何見てんだこれ。なんだその目は。ごめんなさい。言い返せるわけないじゃないか。と俺は心の中で反発していた。こんなヤンキーみたいに怖い見た目をした男だ。もし何か言い返したら、何かをされるに決まっている。さっきのヤバい人ときっと同じことを。ガクガクと震える体を抑えながら、懸命に兄を睨みつける。しかし兄はそんな俺が気に食わなかったのか。ちっと舌打ちをしたのだった。てめえさ、前々から思ってたんだけど、学校に友達いねえだろ。いや、学校だけじゃなくてもいいや。お前には友達ってもんがいないだろ。なんてこと言うんですか。なんてことだと？なのてめえ見てればわかるわ。うじうじして人の顔を見れば勝手に怯えてくる。これで嫌な気持ちにならない人間がいないとでも思ってんの？俺が同級生だったら多分お前のこといじめてんな。いじ？そうそう。だって腹立つも普通に。しかも俺ら一応兄弟ってやつだぜ。そりゃ俺だってこの年から兄弟増えるなんて思ってなかったわ。お前にも受け入れろとは思ってねえわ。でも家族になるための努力っつうのは必要だろ。てめえからは少しもそれが感じられねえんだわ。毎日毎日俺らから逃げるように自分の部屋にこもりやがって。俺らから逃げてんのがわからないとでも思ってたのかよ。俺らもそこまでバカじゃねえのよ。兄はじりじりと俺に近寄ってきた。俺は恐怖で手に持っていたカバンを玄関に落としてしまう。そんなこと。言い訳は必要ないぜ。とことん話し合おうや。俺、
一度お前とは腹割って話し合いたいと思ってたんだわ。家族ってそういうもんだろ、おい。え、そんなことは。そんなことは？なんだ？だからそうやって大事なところを話さないのが卑怯だって言ってんだよ、バカ。もう限界だった。俺はスマホと財布だけ制服のポケットに突っ込み家を飛び出す。なんで学校にも家にも居場所はないんだ。俺が何か悪いことをしたか？あの変な人のこともそうだし、今日はどうにかしてる。変だ、変な日だ。自然と涙がボロボロと溢れてくる。悔しい、悲しい、辛い、痛いから。どの感情かと聞かれても答えは出ない。きっとそのどれもが正解で一つには絞れないからだろう。おい、待てよ！家の玄関前からこちらに向けて叫んでくる兄の声が聞こえた気がした。しかし俺はそれを聞こえないふりをして走り続けたのだった。あれ、なんかまた学校に戻ってきちゃったよ。まあ俺別に友達もいないし、他に行くところもないから自然といえば自然なんだけど。体育館やグラウンドからは部活動に勤しむ生徒たちの声が聞こえる。ああ、ほんと居心地悪い。けど家よりはマシか。俺は人が誰もいない校舎裏へ向かう。はあ、もう家に帰れない。どうしよう。ああ、なんで家に帰れねえの？誰？誰とは失礼な奴だな。俺は成瀬さんって人からてめえを捕まえてくるように頼まれたのよ。生きていればどうなっててもいいって言われてる。成瀬？そうそう。まあ、てめえに面倒いことをわざわざ説明する気にはならないが。男たちは俺にじりじりと近づいてくる。金もらってるからさ、おとなしく俺たちの言うことを聞いてくれると助かるんだけど。そう言って、男の一人は俺の方に拳を勢いよく向けてきた。殴られる。と覚悟を決めたが、いつまで経っても痛みは来ない。たくよ、お前をビビらせたから謝ろうと思って追いかけてきてみれば。なんでこんなに怖そうなお兄さん方に囲まれてんだよ。翔さん。ま、事情は別に喋んなくたっていいんだけどさ。兄はそう叫んで、男たちに向かっていく。彼の力は圧倒的だった。一人目、二人目と、次々と強烈な右フックで倒していく。怖い。ビビらせて悪いな。心配すんな。学校の職員にバレるのも面倒いから、さっさとぶっ潰す。心配すんなって。俺がお前には指一本触れさせねえから。はい。俺の返事を聞くと、兄はニヤッとした笑みをこちらに向けてきた。そして兄は素早く残りの男たちを片付ける。俺、自分の身内に手を出されるのマジで嫌いなんだわ。覚悟しとけよ。兄は強かった。彼の動きは的確であり、どんどん突進してくる男たちを、敵が何かしようとする前に次々と打倒していく。俺はそんな兄の背中に
初めて頼もしさを感じる。助けてくれよ。もう何もしねえよ。てかてめえ、ただ者じゃねえな。どこの誰だよ。名乗れや。へえ、てめえ弟のことは知ってんのに、この俺様のことは知らねえっつうのか。へえ、いい度胸してんじゃねえかよ。だって俺たちは、とある人に、そいつを潰して連れてこいっていう命令だけ受けてたんだよ。お前のことなんて知るか。おほう、その指示出した奴ってのは誰なんだよ。教えろや、こら。教えるわけないじゃないか、てめえみたいな奴に。ほほう、もっとぶん殴られてえらしいな。違う、なるせ高明さんです。なるせ組の。はあ、なるせだ。なるせ組の若頭か。兄は舌打ちを打った。そして地面に転がっている男たちを蹴り上げる。その情報に免じて命取るのだけは勘弁してやら。でも今後もし弟に近づくことがあったら、その時は覚悟しろよな。兄は俺の腕を引っ張り、近くに止めてあった車に無理やり乗せ込んだのだった。おい、家着いたぞ。どうも。どうもじゃねえよ。お前今日家に帰ってくるまでに何かあったんだろ。なんで何も言わなかった。万が一のことがあってからじゃ遅えんだよ。ごめんなさい。玄関に入った途端にめちゃめちゃに叱られる俺。思わず小さくなってしまうと、兄は深いため息をつく。ああ、悪い。俺の言い方悪いわ。昔から口悪くてよって、これも言い訳になっちまうんだけど。ああ、とりあえず悪かった。兄は頭をわしゃわしゃと書いた後に、俺に向かってそう叫んだ。俺は突然の兄の謝罪に、思わず小さく縮こまる。俺は兄に意を決してお礼を言おうとする。しかしそれは突然の父の言葉で遮られたのだった。なんだお前ら、二人一緒とか馬鹿に珍しいじゃないか。お父さん。まあな。それより親父はどうしたんだよ。今日は組にいるんじゃなかったのか。泊まり込みとか聞いてたけど。ああ、本当はそのつもりだったんだがな。どうやら鳴瀬組の奴らが嫌なことを考えているという情報が入ってきてさ。どうだ、ゆうとくん。嫌なことはなかったか。もしあったら、遠慮なく俺を頼ってほしい。もちろん翔でもいいが、君だけの問題じゃないから。彼は真剣な表情で俺をまっすぐに見つめた。俺は返事をしようとするが、言葉が喉の奥に詰まったように出てこない。お前な、まあいい、本題に入る。翔、お前も今から組に一緒に行くぞ。はい、でもどうして？鳴瀬組が今夜港の倉庫で会合を行おうとしているらしい。話によるとな、うち、志原組に攻めようという計画を立てているらしい。だからそれをぶっ潰しに行く。なるほど。父の言葉に兄は、少し難しい顔をした。そして彼は俺の方をちらっと見た後に言葉を続ける。こいつ、ゆうとと母さんも一緒に連れて行った方がいいんじゃ。なるせ組、どんな理由かはわからないけど、ゆうとのことも狙っている気がしている。実は。
ああ、皆まで言うな。わかった。聞かなくていいのかよ。いや、その続きは聞かなくてもわかるから。そして母が自宅に帰ってきたのを見計らい、俺たちは一家揃って車で港に来ていた。車から降りて行った父と兄を見送った後、俺は母に向かって口を開く。ていうか、さっき思ったんだけど、翔さんも、ヤクザなの？俺、ただのヤンキーかと思っていた。俺の言葉に、母は笑顔でそっと微笑んだ。マジか、俺んちって、マジでヤクザ一家だったんだ。なんとも言えないショック。だけど、納得しなければいけないような空気感。俺は車から降りて、部下たちに指示出しをする兄を見ながら、小さくため息をついたのだった。おい、てめえら！あの車には俺の妻と息子が乗っている！あいつらには指一本も手を触れさせるな！マジで何かあったら、俺は今ここにいるうちの組員も全員ぶっ潰す！父の声に、組員たちは全員大きな声で返事をしていた。そして彼らは倉庫内へと入っていく。怖い。ヤクザなんてなんて野蛮な。ボソボソと独り言のようにそうつぶやく俺。車の外には父の部下と思われるボディーガードたち。俺はそんな彼らを見つからないようにそっと睨みつけたのだった。あ、外に出てきた。どのくらいの時間が経っただろうか。ふと外を眺めてみると、倉庫からもみ合いになりながら出てくるヤクザたちの姿が目に入った。おら！このクソ野郎どもめ！うちに盾つこうとは気も座ってんな！てめえらの座ってるそのへんてこな椅子から引きずり下ろしてやるわ！ああ、この拳の剣士の実力、しかと胸に焼き付けるんだな。もう二度と同じことを繰り返せねえようにな！父は強かった。強靭な体と圧倒的な格闘技術で、ダルセ組の手下たちをどんどんと一撃で沈めていく。強いんだあの人。でもすごく野蛮だ。目の前で繰り広げられる激しい戦い。俺はその光景を唇をぎゅっと噛みしめながら見つめ続ける。おりゃ！どうだ！親父ばっかり見てると俺にやられるぞ、雑魚ども！翔、調子に乗るなよ。調子になんか乗ってねえよ。親父もよそ見してんだよ。そんな暇あったら一人でも多く倒せ。誰に物を喋ってんだよ、てめえは。兄はどこか楽しそうな様子で鳴瀬組を殴り倒していった。鳴瀬組の組員たちは悲鳴のような声を上げながら地面に倒れ落ちていく。いいねえ、この骨が砕ける音。気持ちいいよ。相手の命は俺の手の中にあるって実感できるからね。親父、マジで怖いわ。拳の剣士伊達じゃねえな。当たり前だ、バカ。彼らが鳴瀬組を倒している中、俺の目には一人の男が入ってくる。彼は戦いには加わらず、倉庫の陰から静かに様子を伺っている。あれ、あの男って。それは俺を車に無理やり乗せようとしてきた男だった。おそらくあいつが成瀬という男で十中八九間違いないだろう。え、なんであいつあんなに笑っているんだ。
今負けているのはあいつらの方なのに。今までの戦いも十分に怖かった。それは間違いない。しかし、その男がまとう空気は、ここにいる誰よりもどす黒かった。待たせたな。鳴瀬組の組員の制圧に成功した。よう母さん言うと、怪我はないな。はい。しばらくすると、鳴瀬組を制圧した父と兄が車に戻ってきた。俺は怪我だらけの彼らの体を見て、思わず息を呑む。いやあ、何見てんだよ。こんな傷大したことねえわ。つか鳴瀬組の連中も大したことねえな。これから奴らは志原組に連行されるんだっけ。今回の会合の話を根掘り葉掘り聞くんだよな。ああ、そうだ。今から奴らは生きた心地はしねえだろうな。なんたって、自分らの一言一句が今後の組の存続に関わってくるんだから。それは愉快だわ。心底楽しそうに笑っている兄。しかしそれとは裏腹に、父は難しい顔をしている。まあな、だが。俺にはその時の父の怯えたような声が妙に耳に残った。それから2週間後、俺はいつものように学校から帰ってきていた。はあ、今日もクラスメートに教科書隠された。見つかったけど、なんかもう俺もちゃんと言い返せればいいんだけど。もやもやとする感情が俺の心を支配している。ああ、結局この前のあの大事件から、また翔さんとか賢治さんとの関係性も前みたいに戻っちゃったし。翔さんはなぜか俺にあれからあまり関わってこないし、何がしたいかわからないや。俺は地面に転がっていた小石を蹴飛ばす。おやおや、石を蹴るとは感心しないね。おかげで俺の靴に石が当たっちゃったんだけど。え？驚く俺の前に立っていたのは、おそらく成瀬とみんなに呼ばれている男だった。つまりこの前俺を無理やり車に乗せようとしてきた男だ。成瀬！俺の名前を知っているのかい？名乗った覚えはないのだが、光栄だね。何、親父や兄貴に俺のことを聞いたか？聞いてない。だけど多分、あんたの部下みたいな人たちが、あんたの、名前を言ってた。そう、あいつら俺の名前を言っちゃったんだ。男は、遠い目を見るような瞳を見せた後、舌打ちを打った。そして、俺が蹴った小石をこちらに蹴り返してくる。あいつらダメだよね。人との約束を破ったら。ちゃんと金も出してあいつらを買ってあげたのに。いわばあいつらは俺の所有物なわけよ。所有物が主人に逆らっちゃダメだよね。所有物って。何ビビってんの？マジで面白いんだけど。君それでも本当にあの相沢健二の息子？そんな性格じゃあいつらがいる家でやっていけないでしょ。なんでお父さんの名前を？え、初めから知ってるけど。っていうか君があいつの息子じゃなかったら君に価値なんてないんだから、俺はわざわざ君に構ってあげたりしないよ。成瀬はニヤッとした笑みを浮かべてじりじりと俺に近づいてきた。俺は彼から逃げようとするが、腕を彼に掴まれてしまう。痛い！話してください！うはは！細っこい腕だね！気も弱く、ひょろがりか！マジであいつらとは正反対だ！成瀬は俺の腕をつかみながら、片方の手で電話をかける。するとすぐに見覚えのある黒塗りの車がやってきたのだった。
さてさて、命が惜しかったらおとなしく俺に従うんだな。なんで。そして車に揺られること20分ほど、俺は鳴瀬組の組員たちに囲まれながら、とある一軒家に連れてこられていた。おいおい、ビビってんじゃねえよ。さっさと中に入れよ、バカ。すみません。すみませんじゃねえよ。すぐに謝っても少しも心に響かねえんだよ。ただの自己保身の言葉だろ。だってじゃねえ。だったら何が悪いと思ったか言ってみろってんだ。家の中に入ると、成瀬の態度が先ほどまでとはガラリと変わった。おそらくこちらの成瀬が本性だということなんだろう。俺は急な怒鳴り声に全身が冷たく硬くなる感覚に陥る。安心しろ。てめえは支払組、いや相沢健二に対する人質だ。あいつらが助けに来れば、もしかしたらてめえは助かるかもな。だがもし助けに来なかったら、くそんな。俺の脳裏に兄や父の顔が浮かぶ。口が悪くてぶっきらぼうな彼ら。しかもここ最近は話をしてすらない。そんな俺を助けに来るなんて。そんなのほぼほぼないですよ。俺のことを助けに来るなんて。自然とボロボロと溢れ出す涙。成瀬はそんな俺を見て鼻で笑う。さてな。でもま、俺は相沢を揺さぶれるならどっちでもいいのよ。あいつさえ崩れちまえば、支払組は精神的支柱を失うのと同義。そしたら俺ら成瀬組は簡単に支払組を制圧することができる。成瀬はギャハハと激しく笑った。翔さん、お父さん、ダメだ。俺はその時初めて兄や父の無事を心から祈ったのだった。そしてどのくらいの時間が過ぎただろうか、いきなり玄関の方が騒がしくなった。どういうこと？泣き晴らした俺が周囲を見回すと、俺の前で横になっていた成瀬が嫌な笑みを浮かべる。おいおい、お前はめっちゃヒゲしてるけどよ。やっぱ俺の読み通りだわ。お前には人質の才能はあるみたいだぜ。もしかして、手足を縄で縛られ、身動きが取れない俺は、ただただ周囲の様子を伺うことしかできない。あれ、ユート生きてっか？返事しやがれ！余裕しゃくしゃくとふざけた連絡をよこしてきやがって。ふざけてんじゃねえよ、ナルセ！俺の耳に届いてきたのは、人が次々と倒れる激しい音と、聞き慣れた二人の声だった。いつもはただただ恐怖の対象でしかないその声に、俺は心底を安心する。翔さん、お父さん。ギャー、やっぱりあいつら強いね。ま、俺よりは全然弱いがな。そんなこと。俺が成瀬に言い返そうとしたその時だった。ユート！俺が閉じ込められている部屋に、兄が焦った様子で飛び込んできたのだ。ユート、それに成瀬も、てめえこの前からうちの弟に嫌がらせばっかりしやがって、いくらこいつが優しくて言い返すのが苦手な性格だったとしても、てめえは高校生相手に何やってんだよ。恥ずかしくねえのかよ。翔さん。兄は俺と成瀬さんの間に立ちはだかって大きな声で叫んだ。その声に反応した父も、俺たちがいる場所へ駆け足でやってくる。ユートくん、てめえこの成瀬、俺の息子に手を出しやがって、覚悟はできてんだろうな。いやー、息子に弟ね、家族ごっこ笑えるわ。だと？だってユートくんだっけ、その子お前らにめちゃめちゃビビってるっぽいんだもん。ぶっちゃけさ、俺もこの子を人質に取ったはいいが、お前らが来るかどうかは半信半疑だったんだわ。ま、結果往来な感じになったからいいんだけど。てめえらもバカだな。敵のアジトに二人だけで突っ込んでくんだもんな。成瀬の言葉に兄が唇を噛んだのが分かった。その仕草を見て、俺はなぜだか悲しい気持ちになる。なあ、お前らこいつを助けたいか？
なら支払組の機密情報を俺に渡すか、俺にぶっ潰されるか選ぶんだな。は？何言ってんだてめえ。何って何の条件もなしに苦労して手に入れた餌を素直に渡すわけねえじゃねえか。バカかてめえは。ナルセはそう言うと自分の懐から茶花を取り出した。ナルセに殴りかかろうとしていた父はそれを見て手を引っ込める。これはさ、ナルセ組が奮発して買った外国製の茶花なのよ。これならてめえら二人まとめてぶち抜くことも可能だ。さあどうするよ。こうするんだよ。次の瞬間、父はナルセの腕を瞬時に蹴り上げていた。ナルセは突然のことに驚き、チャカから手を離してしまう。ち、この野郎め、ふざけやがって。俺はな、口だけの男ってのを判別できるのよ。てめえは高校生みたいな子供を人質にしなきゃ、俺ら支払組に抵抗できねえくらいなんだからな。雑魚に決まってるのよ。ほんと若頭のくせに大したことねえよ。貴様！その点俺は、拳の剣士なんていう異名がついてんのよ。マジで恥ずかしい名前だよな。でも俺はこの名前が気に入ってんのよ。我ながらぴったりだと思ってな。そして父は、ナルセの胸ぐらをつかみ上げた。そして一発、彼の方にグーで拳を叩き込む。ぐはっ！てめえ何しやがる！ははは、ようやくてめえの歪んだ顔が見れて俺は大満足だわ。親父、ユートは俺がカバーしてるからよ。遠慮なくナルセをボコしてくれよ。おお、頼むぞ。そして父はナルセに向けて拳を振るいまくった。ナルセは初めこそ抵抗する素振りを見せていたものの、次第に弱さを見せ始める。わかった、わかったから、もういいだろう。俺には茶化もないし、力もない。もうてめえらには手出ししねえよ。その息子もそのまんま返す。だから勘弁してくれよ。勘弁してくれだ。甘ったるい言葉ばかり言いやがって。てめえは反抗もできねえユート君を、俺らをおびき寄せるためにおもちゃのように扱ったんだ。絶対に許せねえな。そんな安い謝罪じゃなごさらだ。そんな、俺の謝罪が効かないなんて、俺は鳴瀬組の若頭だぞ。なの知ったこっちゃねえんだよ。父はそうして再び鳴瀬を殴り始めた。鳴瀬はその場で倒れ込み、意識を失ってしまう。ゆうとくんは俺の大事な息子だ。そのことを考慮しなかったてめえの負けよ。そうだそうだ。その後ナルセは俺たちを迎えに来た支払組組員によって支払組へ連行されていった。どうやらこれからナルセの処分を決めるための会議を開くらしい。ゆうと、マジで無事でよかった。お前に何かあったらどうしようってマジでめっちゃ考えてた。無事でいてくれてありがとう。兄の腕に力強く抱きしめられながらそう言われたことを、俺は多分一生忘れないだろう。そしてあれから早一年が経過した。あ、そういや今日、成瀬隆明の命日じゃん。早。あれからもう一年も過ぎたのか。こらしょう、ユートの前でそういうような生々しい話をするではない。大丈夫だよ父さん。兄さんの話聞くのワクワクして好きなんだ、俺。だろう、わかってる。どうだ、ユート。お前も高校卒業したら支払組に入るか。こらしょう、ユートを勧誘するんじゃない。あの後、ナルセは支払組によって命を奪われていた。それというのも昔、ナルセ組は支払組と抗争して負けたことがあったらしい。そのこともあり、ナルセ組組長は、これ以上の争いを起こしたくなく、ナルセを支払組に差し出したのだとか。ナルセ組も散々だよな。若頭があの世に行っちまっただけじゃなくて、慰謝料を2億も支払ったんだからよ。まさに踏んだり蹴ったりっていうやつだぜ。しかもユートの事件は、ナルセが勝手に決めて、勝手に行動に移したことだったんだろ。あいつ、マジでバカだったんだな。次生まれる時は、もう少しマシな頭で生まれてくるといいな。まあ、そりゃそうだわ。一方で俺はというと、あれからいじめに会うことはなくなっていた。それというのも、俺がいじめっ子たちに言い返せるようになったから。やめて、ずっと前から本当に嫌だったんだ。たった一言、それが言えただけで、俺には友達という味方もできた。ユートも学校生活を楽しんでるみたいでよかったわ。うん、おかげさまで。まだ高校生の俺には、正しい強さとはどんなものかわからない。
だけどこれだけはわかる。人を守れる強さを身につけていきたい。兄や父のように。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。